はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年3月の19日、朝の4時25分です。よろしくお願いします。楽しんでってください。通常枠です。匿名コメントは打てません。中さんワドツいらっしゃい。中さんいらっしゃい。はい、解放、おはよう。おはようございます。はい、みのむしさんお疲れ。あ、休憩終わるんだ。そっかそっか、仕事頑張ってるね。はい、上弱ちゃんいらっしゃい。あ、顔アップにしたんだ。可愛いよね。何ちゃんだっけ、その子、その女の子なんて名前だっけな。芦田愛菜か。芦田愛菜かわいいね。嘘。なんで禁煙？みのむしさん禁煙始めたの？何、裏切り者じゃん。なんでタバコやめちゃうの？理由は？マジかよ。裏切られたわ。すげえ悔しいんだけど。あ、口が大きいのが好きなんだ。まなちゃん可愛いよね、笑顔が。演技うまいし。あ、仕事中つ、あ、それはあるよな。うん、まあまあいいんじゃない。本人が向いてないと思ったらやめるべきだよね。俺でも作業してる。あ、まあ自営業が長いからな。まあ普通に仕事してる時には別にタバコ吸いたいとは思わないけど。おい、アボアボさんはどつ、おはよう。おお、佐伯ちゃん、ワダツー。花火ありがとう、佐伯ちゃん。いつもありがとう。朝6時起き、あ、1時間半しかないね。ね、もう帰っちゃうの？北海道。東京はどうだい？ありがとうね、花火。もう今日帰るのかな？おお、初友さん、あれ、サムネ変えた？ハストモさん、おはよう、おはよう。
おはよう、楽しんでってね、ハッソモさん。撮影なんだ。そんなに長いの撮影って。ああ、やっぱ大変なんだな。おはよう。おお、すごい。ハッソムさん、グレート花火ありがとう。皆さんおはようございます。って。はいはい、音だけ聞いてくれるのありがとう。仕事頑張って。耳の音もするよ。みのむしさん、ありがとう、ハート。みんなありがとうね、アイテム。おはよう。すごいな、夜の11時まで撮影か。すげえな。大見総長、ごめんね。うざい。うざいわ。イライラするから他行って。うん、俺別に鮫島さんのことバカにしてないし、鮫島さんと何のつながりもないあなたにそういうこと言われたくない。俺は鮫島さんとプライベートで付き合いあるから、配信外でも電話とかするし、全く関係ない過疎生主のあなたに何か言われたくない。正直不快です、あなたのコメント。どっか行ってください、他に。申し訳ないね。ただただ不快でしかない、あなたがコメント書いてることが。悪いけど他行って。俺はあなたに用事はないから。周りの空気乱してるの気をつけようよ。自分が目立てば何やってもいいっていうのは良くないよ。いや、カオス枠にはならないよ。うん、凸かかってきた時だけ、まあ凸したと話すけど、普通の通常枠ですよ、ハッサモさん。ぶっこみのタクでしょ。ぶっこみのタクっていうかね、俺ね、335さん、あんまりヤンキー漫画好きじゃないんだよ。クローズとかワーストとかも大嫌いだし、ぶっこみのタクはそんなに嫌いとかじゃなくて、俺ね、暴力を肯定する漫画っていうかね、なんて言うんだろう、ああいうの好きじゃないんだよね。うん、ああ、すごい。セイクちゃん、大花火ありがとう。頑張るよ。セイクちゃんも頑張ってね。帰るのは明日なのかな、セイクちゃん。一回会ってみたかったけどね。せっかく東京いるんだったら、お礼が言いたかったな。まあ、連絡先も知らないしね。まあ、多分仕事で来てるから忙しいだろうし。頑張ってね、応援してるよ。なんかね、ヤンキー漫画のね、好きになれないところとか、うん、俺はね、なんかノンフィクションとかリアリティとかいう言葉が大嫌いなの。ありがとう、大花火ありがとはいはい、頑張って。ありがとうね、2発目の大花火ありがとう。
俺もちょっと喉がおかしいんだよ。喉っていうか肺が若干おかしいんだよな、今日。なんかね、俺はね、映画とかもそうなんだけど、リアリティとかノンフィクションとかそういうの嫌いでさ、なんか最近の漫画とかってファンタジーとかさ、なんつうんだろう、そういうものを描けなくなってきてる気がしてて。別に、それジャンルの話じゃなくてさ、夢のない話とか別に、映画とか漫画で見たくないんだよね。花山薫か、かっこいいね。俺はレッツ海王が好きだね。レッツ海王、花山どっぽ。花山かっこいいよね。トレーニングしないかんね。あのね、大見総長まだ分かってないみたいだね、あなたは。覚えといてねとかじゃなくて、あなたに言ってるの。放送の邪魔をするなよ。大見さん。あなたいくつよ。もういい年なんでしょ。自爆やりなよ、あなたも配信者なら。もう俺、かまってかまってっていう人嫌いなんだよ。いい大人なんだからさ。僕がなんであなたのために生きないといけないの？あなたのために配信やんないといけないの？空気を乱すのは良くないよ。そう、言いたいことあるなら、凸かけなよ。コメントで自己主張すんのやめて、大見さん。あなたがやってる行為は売名行為なんだよ。正直、邪魔なのね。誰もあなたの言ってることに賛同されないよ。配信者なら凸かけてくればいいじゃない。あなたの決めつけたものの言い方はあんまり好きじゃないんだよ、俺は。仲直りじゃなくて、もともとあなたと仲良くないから、俺は。さやかさんいらっしゃい。違うか。さやかさんは嫁さんって書いてあるから、リッキーさんいらっしゃい。リッキー、俺の嫁はさやか、大好き。すごいことはんだね。 それいる？タバコ吸いすぎだね。イライラしてるね、ハストモさん。イライラが。じゃあ、俺ね、嫌いなんだよ、本当に。自立してない大人っていうか。空気入れ替えよう。ごめんね、タバコ吸いすぎて。ストレス溜まるわ。はい、ワード2。神様いらっしゃい。まだね、空気清浄機は開封したけど、まだ設置してないから。何とつまち、いや、何でも、どんなジャンルでもいいよ。俺に聞きたいことを、話したいことを、相談したいことを、愚痴りたいことを、まあ、聞いてくださいとか、何でもいいよ。何でもいい。実は何でもいいですよ。種類は。
世の中にね、どうしたらいいかっていう質問ほど愚かなことはないよ。あなたがやりたいようにやるんだよ。どうしたらいいかを決めるのはあなたなの。俺が決めることじゃないから。俺はアドバイスはできるよ。だけど決めるのはあなただから。大見さん、いい年なんだから。指示されないと動けない従業員ほど役に立たないものはないよ。あなたはどうしたいの？俺は自分の意思を伝えたよ。大見さんって邪魔だから他に行ってくれって。その後どうするかあなたじゃないの？人間関係崩すようなことやっておいて、それで仲良くなりたいとはふざけんなって話だよ。仲良くなりたいんだったら仲良くなる態度で接するのが礼儀なんじゃないの？俺は礼儀のない人は嫌いだ。年上とか年下とか関係ねえ、そんなの。痛いんだったらマナーを守るべきなんじゃないの？もういい加減にして。12モンキーズはいい映画だね。ここにいたい俺と仲良くしたいんだったら、そういう接し方で人と付き合うのが普通なんじゃないか？あなた自分がやってることを自分がされたらどう思うんだよ。さっきの枠で22個目あなたでしょ。文体見たらわかるんだよ。あなたの場所じゃないよ、ここは。いい加減にしてくれ。子供じゃないんだから。タッツンいらっしゃい。いや、大見、大見。大見総長ってほら、いつもかけてくるタクシーの運転手のおっさんいるでしょ。さっきからうざがらみをしてくんのよ。ゴローズじゃないよ。俺はゴローズつけないよ。俺はブランドとか興味ない。ゴローズとね、全然違うデザインなんだけど。っていうか、俺、シルバー始めるまでゴローズっていうブランド知らなかったぐらいだからね。よく見たら全然違うでしょ。ほら、立体的だし。立体的でしょ。ゴローズは平面的だから。俺はね、あんまりね、ブランドで物買うの好きじゃないの。気に入ったものをつけたい。こうやって、鳥が羽ばたくギミックがかっこいいと思って。シルバーでなかなかないじゃん。ブロックはしないよ。ただルール守れないで、嫌なやつには嫌だって言うよ。かっこいいでしょ。フィギュアっぽいというか、かっこよくない？ギミックが好きでさ、羽ばたくっていう。いいでしょ。パタパタ羽ばたくネックレス。いいでしょ。ゴローズではない。横から見ないと分かんないよね。俺はね、ブランドものいくつか持ってるんだけど、ブランドだから好きなわけじゃなくて、そのたまたま作品がブランドだったってだけなの。ブランドも持ってるよ。だけど、あんまりその名前で買いたくないの。ブランドの。作品一点一点、だってブランドにもいいものと悪いものあるでしょ。作り手が、その遊び心があったりとか、その、なんつうんだ。まあ、つけたいからつけるって感じだよ。そう、デザインとか、その、感性とかで見るから、作品の。
おはようございます。上から目線ムカつくなこいつ絶対仲良くしたくないわ。嫌いこういうやつ本当に。俺はお前が嫌いだよ。もう俺に粘着すんのやめてくれよ。普通に見てくれんだったらまだいいけど、ただただ不快だよ本当に。新聞手渡してもらったねえ、もうすぐなくなる文化だからね、新聞配達とか。多分100年後には残ってないと思うから。新聞取る人も少なくなってると思うし。いやー気分悪いっすね竹さん、正直ごめんね。初友さんイライラ、もう本当にイライラしちゃうんだよね。なんで会ったこともない人にこんな慣れ慣れしくされないといけないんだろう俺。すげえやだよ、上から物言われたりとか。応援されてるんならまだしもさ、言う権利あると思うけど、邪魔しかされてないんだぜ。そうだね、テレビ欄でかかったんだけどね、もうテレビ欄だけの雑誌とかあるから。紙媒体永遠に不滅かな、どうなんだろう。どうなんだろうな。紙媒体って残るのかな。いやニコ生はね別にそんなに気になんなかったけどね、なんつうの、それが独特のノリだってわかるじゃん。でも大見総長はそうじゃなくてそういう人間なのがわかるでしょ。それが嫌なんだよね普通に。だから例えば居酒屋とかで声かけられてもどっか行ってって本当に言うと思うの。普通に人として嫌いな人とは絡みたくないんだけどね。あーなるほどなるほど、まあ、アナログの良さっていうのはあるからね。もう漫画は紙で読みたいなって今のところ思ってる。そうだね、ニコ生はどちらかっていうとコメント読むっていうよりもコメントが流れていってるから、あんまりスルーしてるからね配信者も。そうそうそう、人間性が嫌だから。そうそういうこと、そういうこと。しかも向こう側がなんか慣れ慣れしくされたら嫌でしょ。嫌いな人から慣れ慣れしくされたら殺意湧くでしょ。なんか人間関係うまく、その俺がさドレさんからうざがらみされてもそれはキャラとかさ、その人間関係があってのことじゃん。俺リスペクトがなかったり尊敬が伝わってこない。例えば鮫島さんと俺がやるんだったら付き合いがあるからいいの。俺鮫島さんとかドレさんに何されても嫌な思いしないけど、それを見てる人が勘違いするのが嫌なの。俺はこの大見ってやつ嫌いだっつってるし、本当に会ったこともないしプライベートで付き合いなんかないから。で言いたいことがあるんだったら凸かけてきてって言ってるのに、それもしないでさコメント欄荒らすわけでしょ。もうただ嫌がらせされてるようにしか思わないわ。いや俺にとっては迷惑なのね、あなたの行為だとは思えないの。俺がやめてくれって言ってるのにやるわけだから、他に行ってくれって言ってて行かないっていうのは、それ仲良くする、嫌われてるのに
嫌がることをまだ続けるっていうのはさ、嫌がらせとしか思えないよ。 LINE かかってきてないけど、一番嫌だよもう。本当に迷惑。ホークさんいらっしゃい。そう、自爆開いて勝手にやればいいじゃんね。表現者なら表現の場を自分で設けてくれよっていう。なんで俺の枠でやるんだよっていう。何 LINE してもって、 LINE なんかかかってきてないけど、 LINE なんかないけど。お前さ、俺がさ何人のリスナー抱えてると思ってるんだよ。でお前にプライベートで LINE しないといけないんだよ。もうほんと勘違い、もうやめてくんない。本当にイライラするわ。いや、自己承認欲求とはまた別の概念でしょ。普通に不快で嫌いだっつってるだけだから。これは拡大解釈しすぎでしょ、いくらなんだ。おいっすー。シュガーさんはどつ。いやだからね、人の足引っ張ったりとかね、人の嫌がることをしないと自己表現できない人っていうのはいるんだよ。人を喜ばせようとかさ、人を楽しくさせようとか、俺はそういう人間が好きだな。メルレマリーさんいらっしゃい。おはよう。今日出張なんだ。羽田に行くの。頑張って出張。身勝手な人があんま好きじゃないの俺は。ふわっち会の闇について議論。いや議論はしないよ、リスナーさんとは。リスナーさんとは議論する場じゃないと思ってて、俺の話を聞きに来る場でしょ。でもし議論がしたいんだったら凸上がってっていうのが俺の主張ね。俺はリスナーさんと別に対立するつもりもないし、意見言い合う場所はないと思ってるから、俺の話聞いてもらう場所だと思ってるから。だからまあ、自分語りをしたい人は受話開いてくださいっていうのと、俺と話がしたいっていう人は凸上がってきてくださいって。感想はご自由にどうぞっていう。聴覚っていうのが分かんないな。誰だろう。でも俺はなんか尖ったこと言ってるわけじゃなくて、それがマナーだと思うけど。ごくごく一般的なマナーだと思ってる。俺は他人のフィールドで自己主張なんかしないもん。
理由、中学生の頃ね、こっち側金髪で、こっち側黒とかよくやってたんだけど、結構好きな髪型で、左右非対称っていうか、左右で色変えたりとか好きなのね。だから、なんだろう。なんで色違うのか、髪半分染めたからだね。髪半分染めたから。かっこよくない？ まあかっこ悪いかどうかわかんないけど、俺はかっこいいと思ったんだよね。好きな髪型なの、結構。その左と右、例えばその右はブレスレットとかつけない、左はつけるとかさ、こういうなんか左右別々っていうのが好きなんだよね。なんでなんだろう。昔はスニーカーとか同じのカラー違い2足買ってバラバラに履いたりとかよくしてた。 なんでって言われたら分かんないけど、理由は分からんけど、俺はそれが好きな。ファッションってそういうもんじゃん。ドラマーだからかな。カンマさんいらっしゃい。ドラムね、でもね、みんなさ、手足をバラバラに動かすっていう表現するんだけど、俺、あれドラムやってる頃から違和感があって、俺も思ってたの。全くドラム叩いてない頃、バラバラに動かすから難しいって覚えてたんだけど、違うんだよね。例えばさ、包丁ってさ、左手でこう添えるじゃん。で、右手で包丁こうやってやるじゃん。これ左手と右手バラバラに動かしてるの分かる？言ってる意味分かる？包丁でトン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 ってやるときって、フライパンを左手で持って右手でこう料理するじゃん。これも左手と右手って別の動きをしてるの。分かる？だから普通のことなんだよ。でもドラムだけは左手と右手と足と左足と右足全部バラバラに動かすっていうんだけど、そうじゃないんだよなって伝えたいんだよね。バラバラじゃなくて、一個のそのビートを叩くのに、ただそのバラバラに動かすだけなんだよ。両手で一個のタスク、ドラムは別のタスク。いや、別のタスクだと思い込んでんの。例えば車もそうじゃん。よくよく考えたらブレーキとかさ、アクセルとかハンドルとかギアとかって全部バラバラに動かしてるでしょ。だから思い込みなんだよ、川間さん。車を運転できる人ってバラバラにやってるじゃん。こうやって。あれと一緒なんだよ。こっちにウィンカーあったりとかさ。言ってる意味わかる？さくらさんいらっしゃい。でしょ？だから車を1個動かすっていう1個のタスクって考えたら、ドライブね、上げてブレーキ踏んで止まるっていう作業と、そのドラムの1個のビートって一緒じゃん。でも手足はバラバラに動くでしょ。車の運転が一番わかりやすいんじゃないかな。バラバラに叩いてるんじゃなくて、そのバラバラに動くんだけど、パターンを覚えて、ただそれをやってるだけっていう。なかなか伝わらないんだよな、それが。ドラム難しいんだ。いや、多分だから、バラバラに動かさなきゃっていう先入観が難しいんだと思う。はい、こんばんは。鈴木先生いらっしゃい。誰でもできるよ、ドラムって。誰でもできる。ハイハットとキックが連動しちゃう。多分ね、それはね、まだ慣れてないだけどね。ハイハットとキックっていうかね、ハイハットは普通動かさないっていう、クローズで覚えるの、まずは。ずっと踏み込んでる状態が通常かな。俺もハットの使い方、左足の使い方下手なんだけど。慣れだよ、慣れ。
パンクみたいな、シャン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 。いいんじゃない。いや踏んでればいいんだよ。っていうかそれだったら川間さん一個アドバイスするのが、ネジオープンの状態でネジ緩めてクローズの状態でもう締めちゃう。でも左足どかす。ずっと閉じてる状態。もうそれでいいんじゃん。それでいいと思うよ。ドラムって手と足がどっちかが意識いっちゃって連動しない。慣れしかない。例えば、じゃあみんなレッスンね。右手と左手こうやってやって。右手と左手。OK？ で、まあやってみようか。これができるかどうかなんだけど、右手左手ね。1、いくよ。1、2、3、4、2、3、4、2、3、4、2、3、4。これできる？みんな。1、2、3、4、2、2、3、4、2、3、4。これできる？これまあできない人いなかったらもうそれドラム以前の問題だよと思うんだけど、できる？で今度1、2、3、4、2、2、3、4、2、3、4、2、3、3で左手だけやって。1、2、3、4、2、2、3、4、3、4、2、3、4。これはできるでしょ？多分、1、2、3、4っていう、この1と2と3と4全部叩くのね、右は。1、2、3、4。1、2、3、4。で、今度覚えるのは、これを鳴らすのよ。この二つ覚えたじゃん。今度は、1、2、3。1、2、3って覚えるの。3ね。OK？ 1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、2、3、4。OK？ これで、ツッツタン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 、8ビートの腕ができるじゃん。これの応用で左足も追加すんの。あ、右足か。簡単でしょ？ツッタン、ツッタン、ツッタン、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 とか。これ英語だと、ワイエア、トゥイエア、ワイエア、トゥイエア、スイエア、フォイエアとかさ、いろんなその言い方があるんだけど、まあ、1、2、3、4、2、2、3、4、2、3、4、2、3、4って覚えるのがいい。1、2、3、4。で、今度1と3にバスドラム入れるだけ。要は、右足を1番と3番に入れるっていう。これで通常の8ビートだよ。簡単でしょ？足を入れると。じゃあ今度は足入れてみようか。今度は足ね。じゃあ、ここまで覚えた。今度は、右足見てて。右足見ててね。1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、2、3、4ってやれば、その1と3に入れればいいだけ。桂三枝が出てきたらぶっ飛ばすはいいよ。で、これを合体させるっていう。ゆっくりやって、どことどこが連動するのかっていうのを、覚えるの脳で。で、あとはゆっくり速さを上げていくの。そういう感じ。足も手も一緒。だから右手と足とか、左手と足とか、手だけとかができると、今度、ハイハットのない2ビートとか、ドラムの、バスドラムのない2ビートとか、パターンが増えるでしょ。ただこれだけだよ。ドラム、そうだね、こうやと、スタジオに入るって感じかな。バンド組むかどうかじゃなくて、一回セッションしようっていう風に約束をしてるかな。一回セッションしようって言ってる。コウヤはギターボーカルできるし、俺はドラム叩けるから。
で、あとはそのリズムっていうのがさ、まあシンコペーションっていうのとか覚えたりとか、なんだろう、技が増えてくんだよね。例えばさ、こう、例えばなんだけど、今度は、1、2、3、4、タカ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 、これさ、今さ、頭の音にその強弱入れてんのね。これだと強弱ないじゃん。タタ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 っていうさ、その頭のタタを強くしてるの分かる？これをタタタタタタタって単調に叩くとつまんないじゃん。つまんないでしょ？で、これを強弱入れると、こういう風にドラムっていうのはその、この強弱で音の音色が変わるのね。こう、同じリズムでも、っていうような、その、なんていうのかな。このパターンを覚えたら強くやるだけじゃなくて、その、手数の中に強と弱を入れると、こういうことができる。で、その、今度は音を抜く。強弱じゃなくて、ありとなしにすると、みたいな、わかる？これはそのタタ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 タっていうのを音を抜いてるの。タタ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 で、今度はこれをスネアでできるようになったら、タムタムとかに回していくと、こう、っていうような応用技がどんどん増えてくるの。で、今度は一回その腕を振り下ろすのに2発音出す。ダブルストロークとかさ。なんかどん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 技術がアップしちゃう。ダブルストロークっていう、その、バスドラムにもあるんだけど。そういうのは面白いよ。まあ、俺は音痴でも全然いいと思ってて。歌うまいやつとか、あんまり、どうでもいいかな。できるようになると、まあ楽しいね。今度体が楽器になってくるの。脳で、こう、最初はツッツッターン、タッタ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 とか、頭の中に流れてるリズムを、こう、追いかけるって感じなの、体が。だけど、脳の速さと音、聞こえる音がシンクロしてくるようになるの、上手くなってくると。そうすると、脳の命令で音がダイレクトに聞こえるから、自分の体が楽器になるの、感覚としては。それがすごい面白い。要は俺の頭の中で、その言語じゃなくて、ドって言った時にドがもう出る。そうすると、そのドをみんなと共有できるわけだから、脳がつながるんだよね。おはようございます。おはようございます。千代千代姉さん、おはようございます。だ、そうすると、もうそれが多分プロミュージシャンとかのライブなんだけど、それがその、なんつうの、一体感を生むというか、脳と脳がつながるんだよ。それがその楽器ができるっていう状態じゃない。そのよく言われてる、考えなくてもできるっていう状態。ベース、例えば、やってみようか。まあギターしかないけど、例えば、ベースのメロディー、ギターでも応用できるから、やってみようか、ちょっと。これができるようになると、どういうことができるのかっていうと、例えば俺はさ、ほら、頭の中で想像したものを叩けるわけじゃん。言ってる意味わかる？さっき説明したけど、言葉で、ターンって歌ったものを表現できるわけよ。言ってる意味わかる？ちょっと待って。ちょっと待ってね。あ、落としちゃったな。ちょっと待って。ああ、
厄介なことになったな。ちょっと待ってね。あーやばいやばい。ちょっと待って、パーツ、ギターのパーツ落としちゃった。ちょっと待って、どうしようかな。ちょっと待ってね、めんどくせえな。ちょっと待って、最悪最悪最悪、あれどこ行った。あ、最悪、どうしよう。あ、最悪、どうしよう。あ、最悪だな、ペグ、どうしよう。最悪、ギターのパーツ落っことした。いっか、まあいいや、ちょっと次行こう。最悪だな。うん、例えばさ、俺がドラムパターンを口で言うと、ズッツッターンツ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 ッツッターンって言うでしょ、ドラムね。ツッツッ、うん、ちょっと待って、ツッツッ、ツッツッターン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 って、ツッターンツッツッターンツッターンツッツッターンツッツッターンツッツッツッターン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 ツッツッタンツッタンツッ、あれわかんなくなっちゃうな。ツッタンツッタンツッタドツ、できないわできないわ、ごめん、うん、でもそのまあ普通のバンドマンだったらできると思う、うん、そうだね。音楽は言語の壁越えるから、外人さんとでもやり取りできる。できなかった、まあ、だからそのフォークギター弾きながら歌うっていうのはその原理だと思うけど、違うのかな。ボーカルは俺が歌ったら多分ね、あの歌うますぎてみんなうんこちびると思うの。え、プロじゃんってなると思うの。え、プロっすかって。やめとくよ、プロレベルだから。プロレベル、いやいや、歌本当にうまいから俺は。プロ歌手だから、プロ歌手。ピアノの弾き語りできないか。あー、まあピアノ上手ければいいんじゃないの。え、歌聞いたことないの、ハズトモさん。え、俺歌配信いっぱいやってるよ。え、マジで言ってんの。え、歌配信何回もやってんのに聞いたことないの。本当に言ってんの。マジですか。一曲歌いましょうか、じゃあ。もし要望があれば。ね、歌やりまくってるよね、俺。
ブラウザバックしてるだけじゃないの、初友さんが。もう全然歌えるよ。ギターで歌おうか、もしよかったら。マジ？じゃあ歌う？何がいいかな。何がいいかな。何歌う？じゃあ一曲ハストモさんに歌おう。マジなんだ。え、俺結構歌枠やってるけどな。ハストモさんが聞いたことないっていうのにびっくりした。何がいいかな、長谷友さんに。桜坂歌ったことないな。桜坂、俺が好きな歌はいい。せっかくだからじゃあ桜坂微妙かも。ごめん、チェインギャング行こうか。じゃあチェインギャング歌います。チェインギャングにしよう。あ、尾崎豊歌った。尾崎はたまに歌うね。じゃあやってみようか。じゃあ長谷友さんに歌います。はいよ。音ずれまくってんな。1曲だけね。じゃあ歌います。いきます。話を聞いてくれ、笑い飛ばしてもいいから。ブルースに取り憑かれたらチェインギャングは歌い出す。仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。人を騙したりするのはとってもいけないことです。物を盗んだりするのはとってもいけないことです。それでも僕は騙したり物を盗んだりしてきた。世界が歪んでいるのは僕の仕業かもしれない。
過ぎてゆく時間の中でピーターパンにもなれずに一人ぼっちが怖いから半端に成長してきた。なんだかとても苦しいよ。一人ぼっちで構わない。キリストを殺した者はそんな僕の罪のせいだ。はい、どうも。はい、どうもどうも。風船ありがとう。なんで謝んの？なんで長谷友さんはみんなに謝るの？意味が分かんないんだけど。はい、何ご迷惑おかけしてすいませんみたいな。はい、ヤバゾーいらっしゃい。TOKIO の永瀬そっくりだった。TOKIO の永瀬そっくりだった。まあ確かに成田の空船って呼ばれてるからね。ルツさんおはよう。まあ目を閉じる意味が分かんないけどね、俺からすると。目を開けてても永瀬でしょ。今の歌はブルーハーツかな、ハイローズかブルーハーツか忘れたんだけど、ブルーハーツのチェインギャングっていう曲だね。ありがとうございます。パチパチありがとう。あのギターのね、マシマさんっていう、マーシーって呼ばれてる人がね歌ってるんです。ありがとう。クール花火ありがとうございます。ありがとうございます。いい歌だよ。あれだよね、イエローモンキーとか弾けるようになりたいな。ブルーハーツのファーストアルバムだこれ。ブルーハーツは何だろうね、すごいいいよね。河本と真島がいればなんとかなるっていうねギターとボーカルが一緒だったらなんとかなるっていうバンドだから、ね、ドラムとベースかわいそうすぎるよね。あれ俺河本とやっぱ真島のコンビって、あれ他のメンバーに失礼でしょ。何回バンド変えてる？ブルーハーツ、ハイローズで、その後なんだっけ、4回ぐらい変えてない？でもあのコンビは離れらんないんだよね。なんだっけその後、ハイローズの後はクロマニオンズか。あ、地方のライブ回ってんな。クロマニオンズだね。あれが好きだね。そうだ、俺はブリキのコインだって歌。Too late to die, too late to die ってやつ。鈴木先生また来てね。ありがとう。Too late to die, too late。生きるには遅すぎる、死ぬには早すぎるだっけ、なんだっけ、 Too late to die。 死ぬには早すぎるだっけ。あ、人に優しくもいいね。
あ、そろそろまた変わるかもしれないんだ。10年周期で変えてんだ。そんなに長くやってるイメージなかったな。俺、情熱のバラが一番好きかな。情熱のバラとか、千一のバイオリンかな。千一のバイオリンが一番好きかな。知ってる？千一のバイオリン。ヒマラヤほどの消しゴム一つっていう出だしがすごいよね。ミサイルほどのペンを片手に。歌詞がいいよね。ありがとう、メルレマリー。メガホンありがとう。え、メガホンってもう手に入らないんじゃないの？すごいね、まだ持ってるんだ。ハイローズ、ドラムもベースもうまかった。そうかな。ドラムとベースうまかったイメージあんまないな。あ、ハイローズはうまかったか。ハイローズの方がうまかったね、確かに。ブルーハーツよりはうまかったね。確かに。メロディーがね、好きになるのはね、音楽に造詣がないと無理だね。普通の人は歌詞だよ。だメロディーが綺麗かどうかって普通の人が判断。まあ順番的に言うと歌詞、メロディー。で、その後ベースラインとかリズムとかが分かるようになってくる。ルーティン感があるっていうか、まあ時代だよね。ドラムのパターンとかベースのパターンとか古かったから。だからボーイとかもかっこいいバンドだけど、なんつうの、クラウディーハートとかクッソダサいじゃん。ンタ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 ンクラウディーハート、タッタッタッ、ギターもチャッ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 とかさ。 メロディーはめちゃめちゃいいけどダサいよね。だから時代によってさ変わるから。まあでもバンドとしてうまいバンドっていうか、かっこいい楽曲を提供するのはやっぱドラムとベースだよね。ドラムとベースさえうまかったら、どんなに下手くそが歌っても楽器として聴ける、曲として聴けるっていう。逆にギターとね、ボーカルはね、どんなに下手でもいいんだよ。だからルナシーが典型的な例だよね。ボーカルがなんか歌い方が尖っててもなんか曲が成立する。ルナシー聴いたらわかる。
だって川村隆一って歌下手じゃん。リキヤさんの坊や、あ、わかんないわ。それはわかんない。文鳥歌ってた。あのね、水道の音が好きな、シャカとペコは。なんか周波数があるんだろうね。水道の音聞こえるとテンション上がるんだよね。多分ね、鳥の鳴き声に似てるんだと思う。水道の蛇口ひねる音が。だから料理とかしてるとキャッキャキャッキャ鳴くよ。多分ね、嫌な音じゃなくてね、なんか仲間を呼ぶ音だから。だクラシック音楽とかが、あの曲好きだなってなったら曲が好きになるんじゃない？歌詞を抜いた状態で。ねえ、みんなさ、確率の問題ってさ、なんかさっき話してたんだけど、パチンコの確率の問題、俺間違えて捉えてたっていう話したの覚えてる？機械割りとさ、機械割りとかあるじゃん。みんなパチンコやる？で、俺確率を間違って勉強してたわ、と。間違って勉強してたって、間違って思い込んでたんだけど、勝手に。面白いね。数学、やっぱ勉強しないと騙されるね。ちょっとパチンコの話していい？みんな。パチンコの話。ダメ？みんなパチンコやる？そうね、確率の問題でこれ一般常識なのか、みんなは知ってたのかどうかを知りたいんだけど、いい？ちょっとパチンコの話します。抽選の話になるのかな？いい？パチンコやる？でさ、パチンコやる人に俺と同じ考えだったかどうかを聞きたいんだけど、いい？パチンコやる人に質問ね。例えばなんだけど、絵を描きますね。ここがグラフね。グラフ。こうあるわけだ。こうやってあるでしょ。で、これグラフ。で、ここが消しゴムで消します。こうやってグラフがあるじゃん。データグラフ。で、ここが0だとするじゃん。0。で、まあ、ここは、じゃあ、なんだろう。1000枚。1000枚。1000枚ね。ごめんね。字が下手で。
で、ここがマイナス1000だとする。大丈夫。字 が下手だな。 で、確率的にはじゃあ200回に1回大当たりがしますっていうパチスロだったとするんだ。パチンコでもパチスロでもいいんだけど、200回に1回当たると。で、機械割りね。機、か、割り。機械割りは、100にしましょう。こういう台があったとしていい。これで仮定していい。機械割り、100。100。OK。機械割り100%の200分の1の確率。OK。これ機械割り100%っていうのは、プラスにもマイナスにもなりませんよっていう話じゃん。で、200回に1回当たる。OK、ここまで。ついてこれてる？ついてこれてる。で、例えば機械割り100%ってことは、こうジグザグジグザグしながらゼロに近づいていくもんだっていうふうに俺は考えてたの。でも例えば負け越してますと、あれ？グラフでこういうグラフになったとすんじゃん。ここ。OK？ っていうことはだよ。これ機械割り、じゃあこの時点でね、ちょっと待って、色変えるね。ブラシの色変えよう。この時点であなたは今、ここまで打ってますと。で、そしたらだよ、こういう風になるのが俺機械割り100だと思ってたの。わかる？だから1、なんて言えばいいのかな、この時点で3時間打ってると。3時間打ってて、1000回転。1000回転ね。1000回転。で、500、マイナ500。500枚だとしたら、長く打ったら当たると思うじゃん、普通の人。これ間違ってるの分かる？機械割りの捉え方。俺はこれだと思ってずっと打ってたの。みんなもそうでしょ？みんなもそうじゃない？機械割り、ここで打ってたら、これやり、確率は収束するって言葉があるんだけど、ゼロに向かうはずだ。機械割り100%で、今負けてるんだから勝つと思ってみんな打ってないっすか？どうっすか？俺今までこの赤字のグラフの考え方してたの。でも機械割りってこうじゃないの、わかる？言ってる意味わかる？これ確率を計算できる人だったら分かってるんだって。機械割り100ってどういう理論かって、この後こうなるのが普通なんだって。こういうふうに考えないといけないのが、これが正しいんだって。正解。出た、みんな。知ってた？知ってた、みんな。これが機械割り100%の考え方なんだって。なんでレスポンスないの？これペイント。知ってたんならいいんだけどさ、俺知らなかったんだけど、聞いてないんだけど、こんなこと。これ授業で習うらしいよ、確率の問題。で、機械割りの意味が分かんないか。要はこれが正しい、そのスロットの機械割りの捉え方、確率の捉え方。でも、バカはこう考えちゃうから、パチ屋が儲かる。
これ上がっててもそう、このグラフの始まりは上から来ても機械割り100の台を打ってたらこうなるってことね、その後。つまり、ここから始める1001回目のゲームあるわけじゃん。1001回目のゲームは、1001回目のゲームっていうのは、確率何パーかっていうと、200分の1ってこと。どこで始めても200分の1だから。期待値のことだね、機械割りっていうのは。機械割り 100% ってことは、プラマイゼロってことになるの。101回目でも同じ確率できますよっていう。これサイコロで例えると分かりやすいんだけど、サイコロで説明してもいいですか？サイコロで説明してもいい？ってサイコロで説明します。ブラシを太くするにはどうしたらいいんだろう。これブラシを太くするにはどうすればいいんだろう。線の幅かな。ん？線の幅じゃないな。これブラシを太くするのってどうやってやんの？ペイントの。ブラシの幅どこで変えんだ？ブラシの幅どうやって変えんだろう？これ消しゴムどうやって変えんだろう？誰か消しゴムの使い方しない？文字を太くするのどこにあるんだろう。ペイントでいいか。これでボン。あれ？え、どうやってやんだ？やり方が分かんないな。ボンボン、どうやってやんだ。選択でやってみようか。こうやってやって、で選択したのをペイントで白にボン。あれ、ならないな。どうやってやんだこれ。消したい、黒板消しみたいに消したいけど、細い消しゴムの数が。太くしたい。いや、これでやってみようか。え、どうやってやんだろう。ペイントでボン。あれ、くそ、どうやって消すんだよこれ。なんで線の太さ変えらんねえんだよ。ん？線の太さどうやって変えんだこれ。線の幅？いや、なんか覚えたいね、このペイントの使い方を。これじゃ消えない、なかなか。ググるのめんどくせえな。なんか分かりづれ、ペイントほんと使いづれやな。え、そこの3時間のところでやめなければゼロに戻る。え、どういうこと？もう3時間のところでやめなければゼロに戻るって思ってたでしょ？違うの。タカさんの考え方、俺もそう考えてた。赤の方だって、こういう風に近づいていくって思ってたの。ゼロに限りなく近づいていくのが機械割りだと思ってたんだけど、それ機械割り 100% の考え方じゃないの。確率の問題として。だから、なんつうんだろう。要はバカが騙されるっていうか、その普通に基礎教養で教わるんだって。っていうよりも俺はその線の太さを変えたい。どうすればいいんだろう。線の太さをどうやって変えるんだろう。なかなか消えないよこれじゃ。え、何これ、ペイント使いづらくね。線の幅どうやってやるんだろう。選択してファイルで切り取り、選択してこうやってやって、でファイル切り取り、切り取りなんかないけど、切り取りないね。これか、切り取り、あ、できた、ありがとう。じゃあいきますよ。サイコロでやっていいですか。サイコロ、ありがとう教えてくれて。サイコロいきます。さこう、普通のサイコロイメージしてください。1が出る
1が出る確率は？はい、皆さん答えてください。1が出る確率何分の1ですか？サイコロの1が出る確率。わかる。6分の1だよね。正解です。はい、孫悟空さん正解。6分の1と。はい、じゃあ次問題2。1が3回出ましたと。今現時点で1が3回出てます。 OK？ 1が3回で、次に1が出る確率は、次に1が出る確率は何分の1でしょう。次に1が出る確率、1がもう3回連続出てます。次に1が出る確率は何でしょう。はい、皆さん考えてください。そうです、6分の1です。はい、でもこの人はパチンコの時だけはなぜか6/4/1って考えちゃってるの。みんなわかる？そう、同じ6分の1。パチンコの時だけなぜかグラフは上がるって考えるの。さっきのグラフの考え方だと、みんなこのサイコロで計算するとわかるじゃん、ここ6分の1イコールだって。でもさっきのグラフの要は確率が収束して上がっていくって言った時、1001回目は同じ確率じゃないって言ってるのと一緒なのよ。だからこれがギャンブルの怖いところ、こっちの考え方してんの。言ってる意味わかる？さっきのグラフと見比べてみると。だってさっきグラフ書いたじゃん。さっきのグラフってさ、こうやってあって、こう、ここはゼロね。でこうギザ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 って下がってると。でこの時点からは、この時点からの確率が上に上がるわけないじゃん。機械割り100だったらこうなるはずだ、確率は一定だから。機械割り100だったらね。だからこの考え方が正解なんだ。分かった、言ってる意味。これって盲点じゃないっていう話。ギャンブルって怖いねって。パチンカスの脳みそって勝手に脳内でいいように修正するっていう。俺もそうだったんだけど、これは勝ってても同じ理屈なの。言いたいことわかる？いや勉強に なるよね。いやだからちゃんと勉強しないと騙されるっていうの、騙されるっていう言い方は変かもしれないけど、その時点から考える、ゼロから。その通り、タカさん正解。そう、つまり過去の分のグラフを見ても意味がないってこと。そういうこと。過去のデータグラフみんな一生懸命見てるけど、あそこに意味はないっていうことです。そういうことです。勝つやつは勝つし、負けるやつは負けるし、設定次第だってこと。だから過去のグラフに何の意味もない。もう意味があるとしたら、昨日の設定はどれくらいだったかな。いや多分ね、これヨッサンとかランハゲさんは理解してない。多分俺は そうだと、俺もヨッサンとかランハゲさんの確率は収束するっていう使い方を聞いてるときにそうだと思い、特にねランハゲさんは間違って解釈してる、知ってない。でもねヨッサンは運がいいんですよ、競馬めちゃめちゃ強いから。これ面白いでしょ。つまり純粋な、そのパチ屋が不正をしてなくて純粋にそのパチンコの勝負してるとしても、なんていうのかな、パチンカスは間違った数学理論を使ってあの勝負を行ってる。だからタカさん意見が変わってるじゃん。さっきその時点から考えたら0
自分が始めた時ゼロスタートでいいのよ。ただあれはあるよ、やめ時とか、そう、やめない時っていうのあるよ。例えばさ、当たってる最中にやめたらダメじゃん。だからそれと同じように、その大のルールっていうのあるんだけど、なんつうの、基本的にどこがやめ時なのかっていうところよ、考え方よ。まあパチンコやめてこれを覚えたっていうのがちょっと悲しいんだけどね。で、機械割りは確かに 100% に近づいていくの。これは正しいの。ただグラフ上で言うとこうなるだけなの、横に。この意味わかる？平均化するとグラフのパーセンテージ、打てば打つほど100に近づいていくの。この理屈もわかる？これが機械割りの面白いところなんだけど、あんまりこの話面白くないかな。なんかあれかな、さっきのグラフって機械割りが上がってるの、100に近づいてってんの、機械割り計算だと。みんなはさ、グラフが上がらないとゼロに近づかないって勝手に思ってるけど、打てば打って平坦でプラマイゼロのゲームがずっと続いて、ずっとリプレイが続いたとしても、負けてる状態でも機械割り100なの。あ、予算グラフじゃなくて確率でやってるんだったら正解で、多分ね、ランハゲさんが間違えてる。確率は収束するの、収束の使い方が多分間違ってる。じゃあゲイリー、あのね、予算はね、正しいやり方やってるね。俺は間違っててびっくりしたよ。いや、だから勝つやつは頭のいいやつだね。勝つやつは頭のいいやつ。ジャグラーとかは分かりやすいんじゃん、この理論。今度ストック機とかだと別の理論が入ってくるじゃん。まあ、ギャンブルで有名な言葉を皆さんに授けましょう。引けばいい引けばいいんだよって。もうこう究極の開き直りね。引けばいいんだよって。もうそれに勝るものはない。設定1だろうが6だろうが関係ない。引けばいいんだよ。レバーを叩けばいい。だから簡単に言うと、低設定だと分かった時点でやめるべき、高設定だと分かった時点で続けるべきって話だね。寺井一択さんが分かんないです、ごめんなさい。浮さんおはよう。誰、寺井一択さんって。いや、だから大学行きたいなって思ったね、高校とか勉強とか。ウヒキャーっていつも言ってる方なんで、その人の言葉、ごめんなさい、何言ってるか全然わかんないです。ウヒさん、とりあえずおはようございます、何の話をしてんのか全く、なんか同じ日本語で会話してるとは思えないぐらい僕はパニックを起こしてます。おはようございます。おはようだけはなんとかわかります。挨拶っていいですね。おはようございます。いや、だってわかんないの。いや、わかんないもんはわかんないよ。焼酎じゃない、ポカリスエット俺酒飲まないって何回も言ってんだけどな、焼酎なんか飲まないよ。引きゃいいって、ああそう、引きゃいいって、そういうその人の言葉なんだ。
な、引きゃいいね。はいはいはい。引きゃーって勝手にウキさんがなんか発狂したのかなと思った。引きゃーって何言ってんだこのババアと思って。寺井一択さんですねとか、もう何って思ってた。あ、引きゃいいってね。日本語って難しいね。いやいやいや、俺からするといきなりウキさんはおはようございます寺井一択さんですね、ひきゃーっていつも言ってる方なので、その方の言葉なんかを思ってましたって言われたから、何言ってんのこの人みたいな、誰みたいな、何みたいな、いきなり何そうだよね、ゲイリーも同じ解釈だよね。うん、バドだよ、ミラクルさんいらっしゃい。うん、いや文字って難しいよね、文字って。あ、会社員ね、レディーだったね、レディーでした、すいません。朝から何言ってんだこいつだよ。それでもパチンコをやりたくなるから不思議だよな。怖いよなギャンブルって、うん、怖いよな。ギャンブルって怖え。やっぱ世の中って頭のいいやつが勝つんだな。頭の悪いやつは何を考えても間違った答えを出すんだよ。音小さくなった？え、声小さい？今日。声小さいっすか？いや、わかんないな。そんなことないと思うけど。声どう？今日小さい？なんかフリスクさんが音小さいって言ってるけど。あ、俺ワドだよ。あー、そうなんだ、ありがとうね、ウキさん。もしよかったらフォローして、もしよかったらよろしくです。ニコ生見たことあるんだ。ニコ生の頃じゃあ10代やったんじゃないの。似合うか、イーグル似合わないね。久々イーグル似合わないやつ見た。似合うか似合わないかでアクセサリーつけてないから、俺がつけたいかつけたくないかでアクセサリーつけてるから、ほっといて。別にあなたの評価を気にして生きてないから、自分が好きなものを身につけてるだけです。ほっといてください。おー、すごいね。いや、そりゃそうでしょ。なんでお前のサルさんのさ都合でさ、サルさんが似合うねって言ってもらうために俺がアクセサリー身につけてると思った。髪の毛赤く染めてると思った。
メガネかけてると思った。俺がいいと思ったらこのメガネかけて、この髪型にして、このイーグルつけて、この T シャツ着てんだよ、ジーパンも履いてんだよ。なんで俺がサルさんに合わせないといけないの？なんで俺がサルさんに媚びを売りながら生きていかないといけないの？似合うか似合わないかは別に関係ないでしょ、あなたには、うん、いや逆にすごいとかないでしょ。ファッションってそういうもんじゃないの？だったら学ランとかずっと着てりゃいいじゃん。サラリーマンみたく制服ずっと着てりゃいいじゃん。俺は逆にそれが気持ち悪いと思ったから、着たい服を着て、着たい髪型にして、身につけたいブレスレットとか指輪とかつけて生きていきたいから俺は配信者になったんだよ。知らねえよ、周りの評価とか世間体とか社会性とか、そんなもんクソくらいだわ。俺は俺らしく生きるだけだよ。メンタル強いかな。俺普通に人間としてまともなこと言ってるだけだと思うんだけど、普通のこと言ってるつもりなんだけど、まあ、サラリーマンだったら上司の言うこと聞かないとダメだとは思うけど、さすがにサラリーマンやってたら普通の髪型とかするよ。でもそれが嫌でやめたんだもん俺。ほっとけ。一緒に飲まないよ。なんで俺があなたと飲まないといけないの？なんかさ、リスナーさんでさ、すげえ勘違いしてくる人いるんだけど、俺リスナーさんと慣れ合うつもりないよ。あの配信者とも慣れ合うつもりないよ。なんでかわかる？慣れ合ったら言いたいこと言えないから。俺物を語るために生きてんだ。そう、言論で勝負して、言論で飯食っていくために、尖ったこと言うために一生懸命環境整えてんの。俺友達じゃねえから、リスナーさんとか配信者、俺嫌いなんだよ慣れ合うの。うん、俺は言うべきことは言いたいから。だからプライベートで仲良くしませんよリスナーさんとは。だって会ったこともない人と飲んで、酒飲んで楽しいか？時間の無駄でしょ。そんな暇があったら俺配信やるよ。誰とも飲まないっすよ。まず俺酒嫌いだし、そもそも。柴田さん、まあまあ若かったからね、スーツ着慣れてなかったよねあの頃は。うん、あのね、もともと太って、今みたいに太ってたのが急激に痩せちゃって、働き始めて、だからダボついてたんだよね。何慣れ合ってるってどういうこと？俺がいつどこで誰と慣れ合ってたの？なんでてめえと酒飲まねえといけねえんだよ。じゃあギャラ払うのかお前。俺の一日の給料補填できんのか？宿泊費と、まあ、全部出せんのかお前。なんで俺がてめえと酒飲まねえといけねえんだよ。バカにすんなよ。友達じゃねえんだからてめえと。なんで俺がてめえと飲まないといけねえんだよ。バカかよ。だったら仕事として依頼してこいよ。30万積んでから言え。検討してやるから。俺は忙しいんだよ。払ってやるじゃねえっつってんの。お前と酒飲むのがマイナスだっつってんの。酒の金、酒代出すのなんか当たり前なんだよ。酒代出すのなんか当たり前なんだよ。1時間30万な。なんで知りもしない人と俺が飲まないといけないんだよ。
いや別にコメントに書いてもいいかもしれないけど、俺も言いたいこと言うよってことね。俺は全然好きに言っていいんじゃんって。ただ好きに言われたら俺も好きに言うよってこと。うん、だから別にブロックとかしないし、お互いイーブンな関係でいたいのね、リスナーさんとは。そうだよ、マイケル・ジャクソンに知らないファンがさ、おいマイケル飲もうぜって言わないでしょ。俺にやってることそういうことだよ。いいこと言うね、ヤバゾ。マイケル・ジャクソンに酒飲もうぜって言ってもね、うん、仕方でしょ。コンサート来てねえだよ。ああ、アクセね、やってるよ。昨日もね、あのシルバーのミーティングしてきたんだけど、いやー、 X さんの技術に驚愕したね。これですよ、これ。俺が今小指につけてるリングなんだけど、これ15年前に買ったリングなんだよ。で、俺シルバー磨きってさ、売ってるじゃん、金属屋さんとかで布で拭くやつ。あれでビカビカに磨いたので、この指はあのサイズが12号で広がっちゃってたから、これ直せますって単純な気持ちで聞いたら、いやもう当たり前じゃんみたいな、直せるに決まってんじゃん、それ仕事だもんつって、9号にしてもらったのね。で、これって磨いたらどうなるんですかつって、あ、ちょっと待っててって言ったら、このレベルだよ。すごくない？これがプロの技だよね。これ15年前の4000円で買った、生まれて初めて買ったリングで、これ磨いてる状態でこれなの。だから15年使ってたらぶつけてたりとか、もう深い傷がいっぱいあるのよ。こうなっちゃったんだけど、買った時より綺麗なんだけど、すごくない？もう引いたんだけど、 X さんの技術に。そうだね、思い出のペアリングとかさ、リスナーさんが持ってる、プライベートで持ってる、もう捨てられないリングとか、でもくすんじゃってダメになったやつとかのリサイクルとかも受け負おうかなとか思って。おはよう、ブラックサンダー、おはよう。金もプラチナもできるから、うん。今小指につけてるやつね、これ。新品買った時より綺麗になるってすごいよね。新品で買った時より綺麗な状態出てきたの。すげえと思って、魔法使いじゃんと思って。やっぱ職人さんってすげえわ。喜ぶと思うよ、あのまあ結婚指輪とかをさ、その20年使っててずっとつけてた、歪んだりさ、サイズがずれたりとか太ったとかさ、そういうのを直してピカピカにして、なんか、いや、びっくりするでしょ。こんなに綺麗になるのってレベルでしょ。な、思い出のペンダントとかつけたいけど、ちょっと傷が多いとかでさ、しまっちゃってる、眠ってるさ、捨てられないアイテムのリペアとか、ね、受け負いたいよね。シルバーアクセはどうでも。だ、逆に言ったら、俺が作る製品、あのレベルでみんなの手のところに届くんだよ。一般で売られてるレベルじゃないよ、このレベルでみんなのところに届くんだよ。すごくない？レベル的に言ったらこれくらいのレベルで皆さんのお手元に届けますよ。寝てるよ。俺は12時間平均睡眠だね。芸術作品だから、芸術作品、ただのシルバーじゃないから。俺は睡眠はたっぷりとる方だね。でもね、あの買えない人が多いと思う。俺はね、もう1個100万で売るって腹くくったから、俺の作品は最低単価1個100万から。うん、12時間取りすぎかな。俺ちょうどいいんだよね、24時間ぐらい起きて12時間寝るのが。すげえ体のサイクルに合ってるね。
いや、嬉しいよね。気持ちだからさ。いや、でも、言ってた、これ正直、こんなレベルで売られてるの、もう生で見たらもっとすごいのよ。鏡なの、もうただの。もう全部映っちゃうの。傷が一つもない状態で。15年使ってるのに傷がないってすごいよね。で、もう何ミクロンとかいう世界なんだけど、まあいろんなこと、まあ技術的なことはいいけど、いろんなことを教わって、で、新品で売られてるものイコール綺麗ではないんだって。要は磨きにどこまで時間をかけてるか、その製品で極端に磨いてもらったのよ。要はやり込めばここまでできるよっていうのをやってくれて、だからやっぱ技術、日本の技術すごいなって。で、海外で売られてる高級なさ、シルバーとかあるけど、ここまでやるんですかってさ、まあ、西洋人には無理でしょうって。日本人とかが強いんだって。まあクロムハーツより高いね、うちは。シルバーってだって6円とかでしょ、5円とか6円でしょ、グラム。俺はいつも言ってんだけど、俺はアクセサリー作ってるんじゃなくて、俺の分身作ってるんだよ。それをシルバーに込めてるだけだから、ただのお守りなんだよね。俺自身を身につけてほしいっていうか。だからブランド名和道にしたんだよね。だから俺を買うかどうかでしょ。俺に価値を100万投資するかどうかだから。なんかちまちまやりたくないじゃん。かっこいいもん作ってさ、買いたい人が買えばいいやと思って。でも100万出せない人相手にしたくないから。別に、だって世の中に腐るほどいいものあるんだから。いいもの欲しかったら、安くていいもの欲しかったら他行けよって思わない。俺が作ったものに100万の価値があるっていう人だけ買ってもらうよ。なんで、どこが詐欺なの？俺誰も騙そうとしてないけど、どこが詐欺なの？買ってって言った？ヤバいさんに。俺言ってないけど、誰も騙してないんだけど、どこが詐欺なの？この国って何？自由に値段決められないんだっけ？原価で売らないといけないの？だから100万の価値がないと思うんだったら買わなきゃいいじゃん。俺は価値があると思ってるから100万で売ってんだから。あなたと私の意見が違うだけでしょ。買わなきゃいいんじゃないの？どこが詐欺なのか教えてくれって言ってんの。あなた詐欺って言ったんだよ。世の中で売られてるものっていうのは別に好きに値段決めていいんだから。どこが詐欺なの？ 100 万で売ることを教えて。原価だけじゃ世の中回んないよ。俺言ってること間違えてないよ。
はい、ポンさんおはようございます。おはよう。なくせないねえ、つけたいものをつけるのがいいよね。チェーンは大変なのよ。チェーンは手間がすごくかかるから高くなるの。ローづけが大変なんだよね。要は鎖一個一個、こうやってつなぎ目があるわけじゃん。このつなぎ目をつなげるっていうのを一個一個やっていくから、メンテナンスも大変だし、だからチェーンは高くなりやすい。要は手間賃だよね。シルバーブランドのチェーンって高いじゃん。それだけ手間がかかってる。俺もチェーン作ろうっていう話は昨日したけど、うん、そう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 、チェーン高いじゃん、どこの店行っても。まあシンプルなさ、騎兵とかのやつだったら作りやすいかもしれないけど、編み込んで複雑なさ、立体的なチェーンとかたまにあるじゃん。あれは高いな。PB さんおはよう。だからさっき見せたみたいにさ、ポンさんのその一生捨てられないっていうチェーンを磨くサービスとか、まあ、ペンダントトップだけでもその買った時よりも綺麗にするっていう、そういうサービスやりたいよね。そういう技術があるっていうことを知ってもらいたい。こういう技術ね、ビフォーアフター、どこまでも新品よりも綺麗にするっていう。ブルガリのチェーン、ブルガリにチェーンあるんだ、うん、もう少し安くしてほしい。うん、でもさ、高いからブルガリに価値があるわけじゃん。そのブルガリが例えば100円とかで売られてたら欲しいと思わないでしょ、さゆきちゃん。嫌でしょ、100均とかに売ってたら。だから値段って大事じゃん。いいものにはいい値段がついて当然なんだよ。でしょ。だから4000円で買ったリングだけど、もうこれは数百万の価値があるんだよ、もう現時点で俺の中では。確かにララポートで買った、船橋のララポートで買った4000円の生まれて初めてのリングだったけど、もう15年間ね使ってたものが新品で買った時より綺麗になったって、俺の中で100万を超える価値があるここに。だ、刻印も入れ直したのね、新しく内側に、中に刻印を入れ直して、だ高ければ高い方がいいものも世の中にはある。おはよう夢いすけ。高くないとダメなものもある。津波、そうだね、やっぱり高級品って言われてるものは、その例えばさ、なんか安いところだと、ただここをグッてペンチで止めてるだけの、だからつなぎ目がこう緩んじゃうとポロって外れちゃうの、安いやつって。だけどそう、やっぱり作り手がその原価は変わりませんよ、だって同じ材料の銀だから。だけどここを耐久性が上がるようにって言って、どれだけ慎重にやるか、そのチェーン一本一本どれだけ磨くのか、これに手間と暇をかけるから、その見る人は、あ、これには価値があるって分かるわけですよ。でその価値が上がっていくとブランドって呼ばれるようになるわけ。例えば
クロムハーツってここまで磨かれてる作品って、まあ猫さんクロムハーツの作品持ってるからわかると思うんだけど、西洋人の作品っていうのはここまで磨かないんですよ。正直ここまでやってるクロムハーツ見たことないはずなので、なんでかっていうと、これ日本にしか持って、日本人だからできる技術なのよ。西洋人はここまで磨くっていう感性がない。だから俺はこれを海外に持ってきたいのね。日本人の技術、この指輪見て、この指輪を、ここに指輪が1本ありますと、ね、新品の状態でもこんな状態なのを日本人が作るってだけでここまでできるんだっていう、わかる？シワまで映り込んでるでしょ。これ15年使ったリングだって言って信じる？これは日本人にしかできないことだと思ってんの俺は。だからこういうものをちゃんと落とし込んでいきたいっていうか、シルバー和道っていう、バフ研磨も使ってるけど、バフだけじゃできない、要は技術がいるの、バフも使ってるもちろん。ただバフを使えばできるって思ってほしくないのね。それやってみるとわかるけど、だから俺はこれを渡された時に目の前で見てたんだけど、本当に興奮した。ショップで見たことがない、店頭に売られてるものでシルバーでここまで輝いてるものを見たことない。当たり前じゃんって言われたの。みんなそのティファニーだろうがなんだろうが、その磨き屋さんっていう仕事を請け負ってるけど、1時間で何本、何百円とか何千円とかいう世界でやってるから、どこまで磨いてください、どこで妥協するっていう検品作業の中で、やっぱ量産性っていうのは妥協をするわけよ。ただ日本人が持ってる技術っていうのはすごく高くて、日本刀だって言ってんの俺は。日本刀、そう、シルバーを日本刀まで昇華させたい。職人さん、パートナーの人が、もう20年シルバーやってる人なんですよ。はい、もういや、だから俺正直言ったよ、プラチナみたいになったって、でしょって、だから時間と手間を惜しまないで作りたいの俺は。でもこれもロストテクノロジーでどん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 なくなっていく技術なんだよ。どん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 こういう技術を持ってる人がね、いなくなっていってる。だからそれは俺はもったいないから、今しかできないことをやろうと思ってるので。だからシルバーアクセサリー和道はこのクオリティで出しますよ。その代わりうちは高いです。1個100万しますと。だから価値の分かる人につけてもらいたい。あー、なるほどなるほど。でましてやそのジュエリーっていうの輝き命だからね。でもその磨いてる風景をずっと見てたけど、あーあーっつってたよ。でなんでかっていうと、その銀って、そのみんなが知ってる銀って925って知ってるでしょ。あれは 92.5% 純銀で、あとは銅とか真鍮とかいろんなものが混ざってるのね。だからその銀の925っていう中でも、その何ミクロンの世界で銅が、その銅が濃い部分とか、要は磨いてても、もう顕微鏡でこうやって、ルーベでこうやってやって、うわ分かるか分かんないかって世界の俺からすると、もう普通に見てたらピッカピカじゃんって言うんだけど、もうガーってこうルーベで見て初めて、ここの点分かるっつって、よく見て、え、分かんないっす分かんないっすっつって、ああありましたねっつって、薄く色合いが変わってる、これを取りたいって、狂ってるでしょ。何ミクロンでそれを取ったとします。でもそれは削るってことだから、磨くっていうことは、その何ミクロン削ったところでまた出てくる可能性があるわけよ。永遠にループするわけじゃん。これが職人さんの世界だよ。でもあれだよ、みんなが家につけて傷が一発ついたらアウトなんだよ。だけどそれがやっぱ日本刀じゃん。いやもう見ててびっくりしたよ。あー納得いかねえとか、イライラするとかずっと言ってて、磨いてて、でどうしたんですかって、こんな綺麗なのに何言ってんすかって、この皮膜を見てくれって、何ミクロンの薄い、もう何ミリの世界、これを撮りたいって言う。日本刀でしょ、日本刀。
いや、実はね、シルバーの世界でもロストテクノロジーもうすでにあるんだって。すでにある。で、その X さんとミーティングで2時間ぐらい、その後2、3時間話したんだけど、その例えばそのシルバーの世界でロストテクノロジーもいっぱいあるし、その何て言うのかな、忘れられた技術でどんどん海外に流出して、今韓国が伸びてるんだって。日本がまだトップなんだけど、そういう細かいその作業というか、その追求していく作業、日本はまだトップなんだけど、もう正直多分なくなっていくだろうねって。量産型になっていって、技術も失われていって、職人さんがどんどん食えなくなっていって、で機械化が進んでいって。でもその俺は X さんがいると思ってて、まだだからこれは、だから後に100年後200年後とかに日本人狂ってるなっていうのは顕微鏡を見たら分かるんじゃないの。こういう技術者がいたんだっていうことを作品に込められるわけだから。でも世界で、そのなんつうの、俺が目指してるところっていうのは、逆に真似パクられるぐらい、これどうやって作ったんだっていうものを作りたいっていう技法というか、そのオリジナリティのあるもので、そのいろんなことをミーティングして、こういうことがやりたい、こういうことがやりたいって言って、で技術的に不可能かどうかっていうのを、その技術者なわけじゃん、職人さんなわけでしょ、 X さん、クラフトマン、ものづくりの人だから技術的に可能なのかっていうミーティングをずっとやってたね。で、そのインディアンの資料とか出してもらって、古い、もう何十年もコピーしてあるから白黒の絵なんだけど、インディアンがどうやって作っていて、これに近いかもしれない、ワド君が言ってんの、このインディアンのこの作り方かもしれないとか教えてくれてさ。知らんけど、おはよう。元祖はね、まあまあ朝鮮半島からほとんど入ってきてるよ。 だってそもそも日本人って文字とか言葉はあったかもしれないけど、文字すら持ってなかったから。ただ日本刀の原型とか言葉とか文化っていうものは、朝鮮半島っていうか、まあ中国から朝鮮を経由して入ってきたってことね。朝鮮人がもともと持ってたわけではないから、こういうふうに入ってきた。でそれを昇華させる技術っていうのは、俺は日本人特有の文化だと思ってるね。じゃあ、その、なんていうのかな、朝鮮に日本刀クラスの刀があったかっつったらないよ。一本もないでしょ。だから技術は日本が持ってた。もともと日本。まあ、刀の起源を、まあ、刀の原型っていうのかな、そういうものが入ってきた。いや、玉鋼を作る技術とか、鉄を精製する技術っていうのは朝鮮半島から入ってきたのは間違いないけど。朝鮮人が日本刀を作ってたかっつったら一本も作れてないよね。だからその言い方は語弊があるでしょ。風船ありがとね。知らんけどおはよう。アイテムありがとうございます。もしよかったらお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。あと初見さんで面白いなと思った人がいたらフォローしてくれると嬉しいです。よろしく。まあ日本人に合うように、日本人はアレンジするからね。日本人はね、そう、0から1を生み出すっていうか、新しい文化を生み出すのは苦手なんだよ。ただ吸収力と成長させる力が半端じゃないっていうのが俺の分析で、文化を守って文化まで昇華させて、世界で一番の技術作るっていうのはもともと得意な国民なの。だから日本から始まったって、もともとどんぐり食って縄文土器とか 粘土こねて作ってたわけじゃん。だけど、その追求心とかがすごいと思ってて、日本人は。その外人とかできないんだよ。だから外人は日本刀に惹かれるんだと思うのね。西洋人はそこまでできないから。彼ら合理主義だから。その狂ってるわけじゃん。一本の刀作るのに何百人と人の手をかける。年月をかける。それを千年単位で引き継いでいくって、頭おかしくない？
千年単位で昔の日本刀が未だに残ってるわけでしょ。代々引き継いでいって、で命より大事だって言ってたんだよ。いや魔法込めるんだよね、日本人魔力。いや狂ってると思うよ俺は。笑い事じゃなくて、俺はシルバー、そういうものもシルバーとかに応用できるというか、俺はそれはもう日本がこれからなくなっていく文化だから残さないとと思ってんのよ、何かしらの形で。で俺はそのなんつうんだろう、シルバーアクセサリーを作ってるんじゃなくて、俺の化身を作っていて、お守りを身につけてもらう感覚でいたいの。そう、身につけてもらう人には俺の考えとか思想とか全部込めて売ろうと思ってて、うん、取り扱い方からそのダメになった時修復も全部うちでやってくれっていう、他でやらないでくれって、他で磨いてしまったらもう和道ではないから、和道にメンテナンス持ってきてくれって、責任持ってうちで面倒を見るって、そういうスタイルでやっていきたい。もう他の人に磨かれた時点でもう俺の作品ではないから、メンテナンスは俺にやらせろって、そういう感じ。まあでも売れると思うよ。だってこんなにいいものが売れないはずないもん。そう思わない？こんなにいいものが売れないはずないもん。売れるでしょ。シルバーでここまで綺麗な状態見たことある？なくない？俺はないよ。シルバーでここまでの状態見たことあります？皆さん。俺はないね。俺はね、職人になるつもりはないのよ、八郎さん。俺はね、職人になるつもりはないの。俺は、その、自分が納得するまで、ただ自分が欲しいものを追求していくだけの人でありたいの。商売人になるつもりもないし、職人さんになるつもりもなくて。俺は、世の中にないものを作るってだけ。職人さんになるつもりない。で、そのアクセサリーを作るんだ。まだまだ変わるだろうね。テクノロジーが進んでいって、まだまだ変わると思ってる。ただもう人間が追いついてないよね、考え方が。だから急激すぎるよね、ここ数十年の進化って。すごい時代に生まれてきたなと思ってる。どんどん便利になっていくけど対応できてない人間が、まあ、今の若い子たちとかね、柔軟な考え方してるからいいと思うけど、まだまだ進化していくだろうね。100年単位ぐらいじゃないの。あと80年ぐらいは進化続けるだろうな。多分その労働っていう概念がなくなるっていうのが俺は一番でかいと思うよ。遊んでるだけとか生きてるだけ楽しむだけの生活が待ってるって。
まあ永遠の命はまだ先だろうな。一番関心があるのは、俺はその人間の進化だね。人間ってもう進化しないっていうか、限界値が来てるの、生物としての。これ以上頭が良くなるっていうのは、もうあの機械との融合しかないと思ってて、だからその人類っていう歴史がさ、こう猿からチンパンジーになって、チンパンジーから類人猿になって、類人猿から人間になったとかあるじゃん。あの先にはもう機械人間っていうのが歴史の教科書に書かれると思う。俺は AI と争うんじゃなくて、 AI と人間が融合すると思ってるね。で、その人類っていうのが、人間っていう概念が次のステップに上がると思ってる。爆発的な進化。ああ、超人ね。まあ超人って言ってもいいし。まあだからサイボーグだよね。もう実際だから、そう、戦争でさ、腕失った人とかの義手とかどんどん進化していってるわけじゃん。で、健常者よりもね、足が速くなっちゃったりするレベルでしょ。だからパラリンピックがオリンピックを超えちゃう世界が待ってるんだと思うよ。カーボンの足の方が速いっていう。高架機動隊の世界だね。もうな、現時点でもう SF の世界みたいになってきてるもんな。でも DNA ってすごいよね。もうものすごい小さい細胞の中に何テラ、こんな小さい DNA1 個にさ、10テラバイトぐらいの情報量入ってんだっけ。神様っているのかなと思うよね。いや、あのね、どうなんだろうね。肝臓移植とか、俺はね、別に死があるから救いがあるっていう風に考えてるから、永遠の命とか欲しいなとか思わないけどね。限界があるでしょ。まあ、じゃあ臓器を取り替えて、全部バラバラに取り替えた自分が自分なのかっていう問題もあるし。例えばコンピューターに自分の意識を完全にデータで移行した後に、そのコンピューターの中の自分は自分なのかっていう。で、今度クローンの人権問題もあるでしょ。クローン側は殺されるわけでしょ。テクノロジーは古い倫理観を壊すからね。どうなんだ、俺はそこまでして長生きしたいとは思わないけど、クローンの和道の方にも100年でいいから、100年未満でいいから一生懸命生きてほしいけどね。アバターか、どうなのね、楽しいのかな。インビーいらっしゃい、おはよう。いやいやいや、俺はそうまでして生き延びたいと思わないね。機械の体にはちょっと憧れるけどね。そこまでして生き延びたいとは俺は考えてない。チャッピーっていう映画があるの。
デジタル和道のクローン。あ、だから俺がネットっていうか意識だけ残ればいい、後世に残ればいいっていうのは、だから YouTube とか配信とかやってんだよ。そう。まあね、Google のデータに、Google を信用して Google にデータ預けて。3年前の俺に会えるんだよ。2年前の俺、1年前の過去、記録が残ってるわけよ。だから、その俺はこういう映像の業界やろうと思ったんだよね。ああ、人工知能に関する映画なんだ。でも、どんだけテクノロジーが進化したとしても、俺はやっぱり人間の欲っていうのは、なくならないと思うけどね。うん、どんだけ進化が進んでも、多分死を克服しない限り、苦しみ続けるんだろうなと思う。下手したらね、その死を克服したとしても不幸だと思うよ。考え方によっては。俺は永遠の命なんかクソくらいと思ってるから。なんか一生生きられたらいいねっていう人いるけど、想像力足りないと思ってて、今100年未満生きるわけだ。まあ100年だと仮定しよう。俺らの世代100年生きる。それを100回やってごらんって。それを10万回やってごらん。それを1億回やってごらん。その1億回をさらに50億年やってごらんとか。死にたいって、うん、ただただ苦痛でしょ、うん、あ、そう、神の存在疑うんだ。俺は神を発見し終わってるから、もう神の問題は俺の中で解決したけどね。俺はもう神の定義化が終わってるよ。神はどこにいたか。神はいないよ。神はあるんです。いや、いないよ。あるんだよ。神様は存在する。でもいません。嘘だろ。フォローありがとう。見てるかな。嘘だろ。超懐かしい。生きてたんだ。あ、生きてたか。ジョン・レノン、わかんない。なんでジョン・レノンを連想したのかわかんないね。健康で永遠の命欲しいとは俺はだから思わないね。うん、いや、検索しないよ。なんで。忙しい俺今。俺の言葉を待ってる人がいるから、検索をする時間が惜しいのね。ごめんね。神はいないよ。神は存在するよ。神はいない。でも神は存在するよ。あ、ありがとう、ウキさん。ぜひフォローしてください。いつか見て、コメント欄で本当に和道に見てほしい映画、音楽とかは、俺はコメントに書かないでってお願いしてる。なんでかっていうと、俺今すげえ忙しいから、無理。だから YouTube のコメント欄とかログが残るもの。要は、こういうさ、パッパッパッパ会話で約束しちゃうと、忘れるから俺、5分後に忘れるために今こうやって話してるの。で、YouTube のコメント欄とかにこの映画和道さんに見てほしいって書いてくれたら、俺 YouTube のコメント後で何回も見れるじゃん。あ、で、こんなこと書いてくれてる人がいるんだって。
あ、YouTube のコメント便利で、メールが飛んでくんの俺に。パソコンにポーンって今コメント書いてくれた人いるよってすぐリアルタイムで来るから、だからそういう風に記録を残してくれたらこのコメントに対してやるよって。だから生放送はさ、レスポンスが早いから、今みんなとの会話を楽しみたいから。だから YouTube のコメント欄にこういう映画があってこういう作品でこうだから和道にぜひこれを見てもらいたいとか、 YouTube のコメントにログ残してほしいかな。そしたら俺がさ、 YouTube のコメント来たよってなった時に、あ、この映画チェックしようとか選べるから、うん、そう、やっぱ200人常に相手にしてるって難しいのよ、うん、200人に全部これやってって言われても時間限られてるからさ。ジョン・レノンは神はいないって言ったんだ。ジョン・レノンが言ったの、俺神様イエス・キリストより有名だって言ったのは知ってるな。まあまあいいんじゃん、トツかかってこなかったらかかってこなかったね。かけたい人がいないっていうだけでしょ。今日も平和です。まあ、もし僕に LINE 登録、 LINE でつながっておきたい人はこれ登録しておいてください。あのこの URL クリックすると僕の LINE につながるんで、タイマーズキセルさんいらっしゃい。死ね、いや正直言うよ、怖え。ただ俺がね、本気で死と向き合ったのは小学4年生の頃まですっごい怖かったの。生まれた時から本当に怖かった。ただね、その時みたいな恐怖はなくなったね。死については人よりも考えてきた方だと思ってて、まあ正直言うと怖いけど、生きることの方が怖いな。恐怖に耐えられますかって言ったら、多分死ぬ間際に俺はうんこ垂らしながら鼻水涙漏らしながら生きたいって言うと思うんだけど、それは放送でみんなが爆笑すると思うから一笑い取ってやろうと思ってるのね。こんだけ死ぬのは怖くないとか言っておいて、いざ死ぬ5分前ぐらいから放送が開いて、死にたくないって鼻水垂らしながら言うって面白いじゃん。いや、面白いでしょ。お前あんだけ言ってて、お前死に際これかよっていうさ。まあだから理想としては、まあカメラ回したら勝ちだなって思ってるから、まあ死ぬ時にカメラ回ってたら俺は最高の死に方だなと思ってるかな。わらわらでしょ。アンチ大歓喜でしょ。だからまあまあそんな感じかな。
死ぬ時はカメラ回ってたら最高だなっていう。だからなるべくカメラ回しておくっていうか、起きてる間は。いや、あのね、その議論がまさに死を怖くさせる議論で、トワさんね、10年後にのたうち回りながら死ぬのと、明日ぽっくり気持ちいい死ぬのどっちがいいって質問じゃん。答えね、死は俺が決めることじゃない。 0.1 秒後にいきなり死ぬかもしれないし、死は選べないの。選べるとしたら生き方だけなのね。生き方イコール死に方だと俺は定義化した。だからどういう死に方をしたいかは、どういう生き方を毎日するのかっていうのが俺の定義で、さっきも言ったんだけど、死に際はみんなに見てもらって爆笑してもらいたいから、なるべく生きてる間カメラを回す。これが俺の考え方だから、カメラの回ってないプライベートで飲もうよとか、プライベートで電話とか、俺、いや、すごく嫌なの。俺の生き方と死に方を否定されてる行為だから。俺のやるべきことをやりたいのね。俺は命をどういうふうに使うかっていうのはもう完璧に決めてるから。うん、伝わる？わかるかい？だって1000年後とか100年後俺は会えないかもしれないけど、1000年後の人は俺に会えるわけじゃん。それでよくない？あ、こんなバカがいたんだって、うん、こんな面白い寄り目がいたんだって言ってくれたらいいかもしれないじゃん、うん、天職。そうだね、本当に、うん、いいものと出会ったね俺は。配信っていうすごくいいツールと出会ったから俺は嬉しいね。この時代に生まれてきて本当に良かったなと思うし、なんだこれはっていう、奥が深いし好きよ配信。ロストテクノロジーとか神の存在がどうのこうのっていう話や宇宙の話とかも考えれば考えるほど楽しいんですが、話が合う人がいません。うん、話が合う人が周りにいない。東京に住んでる？ウキ。ああ、どうなんだ。まあまあネットで会えてんだからいいんじゃないの。昔だったら東京ってだから魅力があって、東京に行かないといろんな人がいないから、なんか地方からバン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 東京に人が集まってたけど、ここにいるんだからいいんじゃないの。いやだから北海道だけどここにいるじゃん。楽しいじゃん。楽しいよ、ウキと話すの。ウキも楽しい、俺も話し楽しい。ネットでつながってる。問題ある。なんでそれを北海道の私の隣の家とかか、なんつうの、そこにいなければいけないって考える必要があるの。ネットのパワーでしょ。でもし本当に俺に関心があって本当に俺のそばにいたいんだったら、新宿のその辺に引っ越してくればいいじゃん。ねえ、戦時中の日本兵がこの放送見てたら何て言うと思いますか？知らん。日本兵に聞けよ。俺日本兵じゃないから、戦時中の。俺は俺のことを語れるのね、モス。俺はいくらでも俺のことを語るよ。君たちが聞いてくれるなら。でも俺日本兵じゃねえんだ。なんで俺にそれ聞くの？
ドナルド・トランプについてどう思いますか。いや、トランプに聞けよ。ツイッターでトランプに聞けよって思わない？なんで俺にそういうこと聞くの。矢沢永吉にインタビューをしてるインタビュアーが、矢沢さんって長渕剛さんどう思いますってバカかよって思わない？桑田佳祐さん、ミスターチルドレンの桜井さんってなんであんな歌い方なんですかって、いや桜井くんのところ行けよって。俺されてんのそれなんだよ、もうす、うん、俺以外のことは俺以外のやつに聞いてくれよ。知らねえよ、興味ねえわ俺、その日本兵の考えとか、うん、日本兵に聞いて。でそれが知りたいんだったら靖国神社行くべきなんじゃないの、優秀館行くべきなんじゃないの、姫百合の塔行けよ。俺は行ったぜ、うんうん、たまにいるんだよ、何々っていう配信者どう思います。いやどうも思わないけどって、うん、どう思いますって言いながら俺と同調してほしいだけじゃん。悪口なのか肯定なのか知らないけど、やっぱり和道さんもそう思いますよねって言いたいだけなの。俺そういう弱い人間嫌いなんだよ。お前が思ってることはお前の中で真実だから大事にしろよって。俺と意見が違くてもそれが人間だろって。のんちゃんと別れたよ。いや違う違う、アメリカ人に聞いた日本人のここが好きは別にありだよありだよ。そうじゃなくて、俺がされてるのってなんだろう、俺じゃないことを聞かれてるっていう。例えばなんだろう、なんて言えばいいかな、すいません、お客様いらっしゃいませ、すいません、マクドナルドのハンバーガーなんですけど、ケチャップの量多いと思いませんって。いや、すいません、ご注文どうぞって。いや、だから、マクドナルドの俺、ハンバーガーのケチャップの量多いと思うんだけど、店員さんどう思うって。ごめんなさい、ここ吉野家なんですよって。牛丼食べますお客様って。いや、俺ね、牛丼の話は置いといてね、店員さんに聞いてもらいたいんだよ。ピクルス好きって、もう帰れってなるでしょ。いやもうマクドナルド行けよってならない？俺されてんのそれなのよ。わかる？もうその話はせめてマクドナルドでやってって。俺牛丼屋さんだからみたいな。わかりる？ LINE は連絡来てないよ、のんちゃんから、うん、俺が言ってんのそういうことね。別れた理由？いや別に会わなかったってだけだけど。転職の話だけど、以前販売員で入って2ヶ月後に店長の売り上げ抜いちゃっていじめにあった。配信会は足の引っ張り合いやいじめはない。足の引っ張り合いといじめしかないでしょ。何言ってんの解放。お前毎日何見てんの？足の引っ張り合い、いじめ、妬み、恨み、つらみ、そねみ。そういう世界でしょ、ここは。ねえ、どこの店でも、いじめとか、もう世界中であると思うよ。いじめとか足の引っ張り合い。あるでしょ。だから配信会にもあるどころか、配信者もやりまくってんじゃん。そんなもんだよ。うん。だから俺はそういうのクソだせえと思うから、俺はやらないけど。なぜ付き合う前に会わないかよ。予測できなかったんですか？予測してないからね。俺は好きだから一緒にいて、嫌いだから別れただけだけど今現時点で好きだから付き合う、今会わない、じゃあ別れる、今しか考えてないね。それでいいんじゃない？ダメなの？違うかな。会う会わないだけだと思うけど、な、好き同士だったら付き合えばいいし、愛し合えばいいし、バランス崩れたら別れりゃいいじゃん。グダグダ言ってないで。
そう思うけど、すごくシンプルだけど、うん、で理由なんかない、合わなかったっていうだけでしょ、うん、人を好きなのと嫌いなのに理由はないでしょ。難しい質問の方が俺は好きだね。物事の本質をすぐ見抜く方っていらっしゃると思います。僕はいないと思ってるんですが、和道さんはどう思いますか。物事を本質を見抜けると思ってる人は多いと思います。ここ重要ね。俺は物事の本質をすぐ見抜けるって思ってる人はいっぱいいると思います。ただ俺はそんなのどうでもよくて、なんていうのかな、物事に本質もクソもなくて、例えばここにタバコっていうも概念があるとします。でこれが好きか嫌いかっていうのって解釈じゃん。でもここにこのタバコっていう存在はあるわけよ。でなんていうのかな、物事の本質ってここにタバコが存在するとか、和道がタバコを吸っているっていう事実だけだと思ってるので、真実とかっていうものっていうのは、これをね、和道タバコ喫煙者がタバコ嫌いとか、タバコうまいよねとか、いろんな複雑な要素が噛み合ってるけど、俺はそれは知らねえっつってんの。俺が好きだから吸ってるっていうだけで、だから真実と事実っていうものは別だよっていうことを言ってて、ドムドムバーガー食べたことないね、うん、で、まあまあまあ、なんだろう、リテラシーとかさ、よく言うんだけど、情報一個で、なんていうの、その、事実と真実の両方を持ってないとダメだと思ってんのね。で、その何かを語るときとか、議論をするときっていうのは、事実に基づいて議論、みんなの中の真実っていうのを話し合うっていうのが、俺は議論をするっていうことだと思うけど。で、別に、なんだろう、物事の本質ってなんだろう。よくわかんないけど、物事の本質が何なのかっていうのは一切よくわかんないけど、自由に生きて自分の価値観を大事にして生きてりゃいいんじゃないの。地球がもし人類と地球がもし人類と合わねえと思ったら、地球が自ら災害を起こしてるっていう可能性はありますか。地球に知能とか意志があるってことです。なるほど。いや OK、 いい質問だね。現象が起こった時に人間は理由をつけないと納得できない生き物だと思ってます、はい、多分太陽も月もそのまま存在するだけなんですよ。ただいるだけなの。ただ生まれてただ死ぬだけなの。動物とかもそうでしょ。今しか認識してないでしょ動物って。猫とかが予想してる、なんか未来のこと考えてる。犬とか猫とかがさ、ってちょっと5年後どうしようとか、なんか悩んでる猫とか俺見たことないの。ちょっとどうする、明日の晩ご飯とか知らないし、地震怖くねとか、なんか猫とか考えてないと思ってて、太陽気持ちいいわ、気持ちいいとかさ、腹減った飯食いに行くかとか、もう雨だりーわーとか、そういう感じだと思うの。猫とか犬とか、わかる。それでいいんじゃないので、そのまあ地球に意志があるとか太陽に意志があるとかじゃなくて、そういう理由をつけてるのは人間だと思うよ。わかる、なんかその、はい、けんたんめんワードツー、おはよう。なんかもっとシンプルに生きてもいいんじゃないの、動物なんだから。頭が良すぎるのが欠点だよな、人間の。なんかもっともっとそのなんかもっともっとなんかニコニコしてていいんじゃない飯うめーとか言ってる方が幸せな感じがするけどね、だからその頭がいいやつイコール幸せなやつだと思ってなくて、
なんかその金持ってたら幸せとか、もう位が高いから幸せとかあんま思わなくて、ニコニコしてるやつに勝てねえと思うね。ワトツー、風船ありがとう。アイテムありがとうございます。楽しんでて。そうそう。だから俺本当の幸せって、衣食住とかだよね。雨風しのぐ、病気にならない、息が吸える、飯が食える。で、まあこれは人によるけど、まあ恋人がいるとかパートナーがいる、仲間がいるとか、これは必ずしもないんだけど、雨風しのげる家があって、食事が毎日食えてて、息が吸えてて、これ以上の幸せはないと思ってんのね。布団で寝れるとか、安心して寝れるとか、その蛇口ひねって水道が出てくるぐらい豊かだから、俺はなんかこれ以上幸せなことないと思ってるんですよ。これ以上ある？だから俺は日本人のほとんどが超幸せだと思ってますけど。ありえないぐらい幸せだと思って、まあ治安もいいしね。だからなんかそれ以上求めてないかな。あと好きなことやるとかね、まあ恋人がいるとか、まあ今いないけど、いや、めちゃめちゃ幸せでしょ。で、将来の、その状態で将来が不安とか言ってるやつは、俺、頭悪いやつだと思ってんの。老後とか、仕事がとか、年収がとか。もう狂ってるでしょ？わかる？ええー、みたいな。それで、死にたいとか言ってるやつもいるし。すげえな、みたいな。暇なんだろうなって思うね。思わない。なんでのりこが言うんだったらわかるけど、炊飯器返せとか、なんでお前が言うの？お前、俺とのりこの関係に口出すなよ。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしててください。質問どうぞ。まあ答えたくない質問には答えません。そのことに気づいてほしかったって、俺別にだからその画像を見なくても気づいてるけど。だからめんどくさいって言ってたの。時間のロスでしょ。さっき言ったでしょ、モッサン。そのことに気づいてほしかったって、俺その画像を見てないけど気づいてるから。だから時間のロスだった。見なくて正解だ。見なくて正解だったわ。いや、ミュウツーと全然仲良くないよ。質問ってそれ？ミュウツーと全然仲良くないよ。おはよう、タムタムさん。おはよう。地球規模とかでなくて、もっと大規模で人間が想像つかないような物事の何かしらの均等を保つためだったり、またある一定のレベルまで進化してほしくないから災害を起こして人口を減らすんだろうと思ってました。あなたはそう思ってたんだろうけど、例えばさ、
坂道でサイドブレーキ引いてない車がガーって動いちゃって人を跳ねて引き殺したとしましょう。その時に多分浮さんは車に意思があるんだっていうタイプだと思う。車は人類を恐れていて、この一人の男の子を殺したのは車の反乱だ、だから病気だと思う。いや、サイドブレーキ引かなかった事故でしょって俺だったら言うかな。だから雷がドーンって落ちた時に、要は古代の人間っていうのは要はゼウスの怒りだとか言ったわけですよ。別に俺はゼウスの怒りでも何でもないと思ってて、化学現象だと思ってるけど、神話の世界だね。剣断面バーガーありがとう、ニコニコさんバーガーありがとう、上塾さんハートありがとう、ニコニコさんハートありがとう、おはようシーノさん、おはよう、アイテムありがとうね。みんなもしよかったらお気持ち、アイテムいただけると嬉しいです。チップください。俺は意志なんて存在しないと思ってるね。人間ぐらいじゃないの、そういうのを持ってるの。ありがとう、匿名さん。花火ありがとう。匿名さんありがとう。おはよう。ありがとう、サイクちゃん。花火ありがとう。風船ありがとう、コナンさん。哲学とかじゃなくて、普通に思ってること言ってるだけ。はいはい、頑張るよ。いってらっしゃい。パフェありがとう。ニコニコさん、パフェありがとう。一郎さん、ハートありがとう。なんだろう、哲学とかじゃなくて普通のことを言ってるだけだね。哲学か、普通でしょ。なんかなんだろう、彼氏ムカつくよねとかと同じレベルの話だと思ってるけど、哲学でもなんでもないでしょ。こんなのれさんは今月いっぱい休むって、そっから昨日電話かかってきたけど15分後に折り返したら出なかったね。金属肥料でタイヤのトラックのタイヤが外れるのはある意味金属の一種ね。ああ面白いね、モスさん。これはオカルトだと思う。ああカズおはよう。あ、本当に了解です、イヤヨさん。ありがとう、ありがとう。シングルマザーで子供がいなかったら、シングルマザーで、シングルマザーで子供がいなかったら毎日死にたいと考えてる。え、どういうこと、どういうこと、アイリーさん。シングルマザーってことは自分の子供がいるってことでしょ。で、旦那さんに親権取られたってこと。もう俺はウキは何言ってんのかちょっとわかんないかな。わかんないよ。俺はない派だから、太陽とか地球とかに意志はない派だから、それを受け取る人間側の、あの偏見っていう言い方をしてるね俺は、偏見。だから神話とかはそうでしょ、あそこに湖があるのはどこどこの火山を沈めるためとかいろいろあるじゃん、だからその科学はそれを否定してできたものだから。金属がもう疲れた。旦那はいません、シングルマザーで5歳の娘。あ、そういうことか。まあ裁判なのか話し合いなのかわからないんですけど、愛理さんが子供を育てないっていう話し合いで決着が済んだ話なんですよ。わかります。で、愛理さんが子供に会うっていうのは別にいいことだと思うけど、別に俺は育てた人が親だと思ってるんですよ。産んだ人が親ではないと思ってて、親っていう概念なんですね、親っていうのは。だから産んだら親じゃないんですよ、育てたら親なんですよ、僕の考えでは。だからいいんじゃない、苦しむ必要なくない。だって話し合いとか裁判とかで決まって、あなたが育てない方がいいねってなったわけじゃん。だけどあなたは子供を育てるっていうことはできなくなったけれども、別になんだろう、他のことができるから。だから手に失ったものを考えるんじゃなくて、今できてる手にしてるものを考えた方が幸せになれると思いますよ。
どう？ドレさん、復帰しづらいじゃなくて、もうだから、今月いっぱい休むって言ってたよ。しづらいとかどうとかじゃなくて、もう、ツイッターに書いてあるから、もうちょっと休むって。親権は私、ただ子供いるのにし、あ、子供自分で育ててるのに死にたいと思うの？俺よく死にたいって、俺も死にたいこと2回本気であったんだけど、死にたい人間なんていないと思ってんのが俺なのね。死にたいと思った経験者から言わせてもらうけど、本当は生きたくない？俺本当は生きたいっていうのが結論で、死のうとした時めっちゃくちゃ怖かったの。首吊ろうとした時も、ビルから飛び降りようとしてもめちゃめちゃ怖いよ。ビルの屋上立ったことある？めちゃくちゃ怖いよ。もうガクガク震えたよ。すっげえ怖いよ。ビルの屋上立ったことないでしょ。俺あるよ。で、もしこれで生きてたらさらに地獄だと思ったよ。で、俺はその時、俺は生きたいんだって。体の細胞とか本心は生きたい。ただ、死ぬことよりも生きることの方が辛くなってるだけでしょ。だったら生き方変えればいいじゃん。死ぬことの方が楽だっていう風になってるだけなの。死にたい生物なんかいないよ。体が教えてくれるよ。めちゃくちゃ怖いよ、死ぬの。はい、ミノムシさん、お帰り。待ってたよ。いや、捉え方でしょ。産みてえから産んだんだから、幸せでしょ。あ、そうなんだ。はいはい、おやすみ。俺は死ぬよ。モッサ。人間関係が面倒。人間関係やめればいいじゃん。いや、娘と二人で生きていけないよ。幸せだと思うよ。人間関係全部切っちゃうよ。親とか面倒くせえんなら親なんかいらねえよっつって。 友達なんかいらねえんだったら友達なんかいらねえっつって言えばいいんだよ。娘と二人で生きていけばいいじゃん。それでいいと思うよ。俺なんかだから、今恋人も3日前ぐらいに別れちゃったから、リスナーがいりゃいいやって思ってるよ。 なあ、お前ら超孤独だよな。リスナーと、まあね、仲間がいりゃいいやって。匠さんとか、X さんとか、仕事に生きてるよ。配信でリスナーさんとか。おお、すごい。桜花火ありがとうございます。おはようございます。桜花火ありがとう。まだ売ってるんだ、桜花火。ありがとう。いや、もっと楽になっていいと思うよ。悩まなくていいよ。悩むだけ無駄だから。あなたは笑うために生まれてきたし、幸せになるために生まれてきたし、娘と一緒に笑顔で暮らせばいいんだよ。不安なことなんか何もないし。めんどくさかったら逃げちゃえ。一緒にいて楽しい人といるべきだよ。楽しいことだけやっててもいいんだよ。
寝たんじゃないの？寝れなかった？モスお帰り、おはよう。寝るっつってどっか行ったけど帰ってきたね。こっちの方が楽しかった。おはようアンコロ。ちょっとまだ和道と話したいっていう、ね、俺は和道に話があるっつって、そういうの嫌いじゃない。あのね、マイナスに考えることないよ何も。うん、嫌で仕事帰って娘の寝顔と笑顔で何考えてんだろう。ああ、いや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 、笑った方がいいよ、笑った方がいいよ。なんかその悲観的に考える人ってなんかその見えない不安と戦ってるだけなんだけど、不安が当たったことある？みんな人生でいろんなこと不安だったと思うけど、受験勉強、恋愛、家族関係、親との介護、老後とか、いろんな未来のこと考えてきたでしょ、悩んできたでしょ。その不安当たったことある？ただ不安で恐れてただけで何もしなかっただけじゃん。でしょ。人間って頭がいいから、そのあの人間がなんでここまで進化したかっていうとね、危機回避能力、弱い生物だから脳が異常に発展したの、発達したの、脳みそが。で、強い生物あった時にどう逃げるのかだけ考えて生きたから、ここまで生き残って進化していったのよ。だけど現代社会で野生のクマとかイノシシに襲われることないから、うん、ないから、大丈夫だから、誰も何も考えてないから、こんだけ豊かになってこんだけ安全でこんだけ長生きできるんだから楽しまなきゃ。うん、楽しもう。もし未来の和道が今の和道を見てどう思いますか？未来の和道ではないので、僕は未来と過去はないと思ってるんで、あの僕は今しか生きてないし、今しかコントロールできない。で、未来と過去すらないっていうのが僕の考え、時間界の考え方なのね。未来の和道については未来の和道について聞いてください。わかる？モスさん。1年後の未来の和道が知りたいんだったら1年後に会いましょう。100年後の和道について会いたいんだったら100年後の和道のその時に聞いてください。その時何考えてるか分かりません僕。うん、人のことじゃないって言ったでしょ。俺は未来も過去もない、今しかない。だから今以外のことは分かりません。はい。で、俺は自我がないっていうのが俺の答えなのね。自我すらないって、要は5分後に喋る内容と5分前に喋ってる内容がずれる、矛盾するのが人間だと思ってるの。わかる？自我、和道っていうのは仮の名前であって人格すらないと思ってるの。おやすみ。あ、いや、自分を改善するには難しい、弱みを自分なりに分かっているので不安が当たったことは結構ある。あ、不安が当たったことあるんだ。例えばどんなこと？不安が当たったことってなんだろう。嫌な予感当たったことある？嫌な予感は直感じゃん。違うよ、不安だよ。将来の不安とかそういう意味よ、俺が言ってんのって。あの嫌な予感じゃなくて、それは感覚じゃん。それはあると思うよ、感覚だったら。そうじゃなくて、考えて不安になってないっていう、俺が言ってんのは。不安ね、嫌な予感はまあまあ動物的な感とかあると思うの。例えば怖い人がいて、ああこの場から離れた方がいい、喧嘩とか起こりそうとかあるじゃん。それはあると思うの、動物的な勘だから。うん、はいはい、いってらっしゃい。はいはい、ありがとね、アイリさん。そうじゃなくて不安、なんか将来の不安とかさ、俺意味ないと思ってて、うん、ダメならダメ、いいならいいで考えなくてよくない？感じればいいじゃん。だってさ、俺がさ花火上がって嬉しいとか言ってんのもそうだし、
花火上がんなくてくっそイライラするわとかでいいんじゃないの。明日何発花火上がるか俺がずっと考えてたらアホだからやめろって言わない。明日は20発上がるぞ、いや100発だ、いやもしかしたら上がらないかもしれない、上がらなかったらどうしよう、上がったら何か買おうとか、くだらないでしょ。くだらなくない？だって未来のことなんかわかんないんだもん。明日アンコロが放送に来なかったらどうしよう、ウキさんとの会話楽しかった、ウキさんはもうフォローしてくれないかなとか、そんなのわかんないじゃん。不安なことなんか考えたらきりねえよ、うん、今を楽しもうよ。和道の知識なんだろう、漫画漫画映画とかじゃないの、わかんない、あと会話とか、うん、わかんない、思ってること言ってるだけだからな。知識なんてものは何もないよ、うん、なんか普通に見たり聞いたりしてること、 YouTube とか2チャンネルとかだ、うん、わかんない、みんなと一緒だと思うよ、教科書とか。いや今を楽しむっていうか、それが一番難しくて、それが究極系だと思う。過去と未来はどうしようもないかんな。っていうか未来と過去の捉え方っていうのかな、過去は変えらんないのよ、未来は確実に変えられるわけ、確実に。なんでかって言ったら今変えればいいからただの今の積み重ねが未来でしょ。で過ぎ去ったものっていうのがただ過去っていう、で過去を良くすることはできるわけじゃん。で今良くなったら未来の俺からすると過去いいわけじゃん、それでいいんじゃない。そうなるようにしかならないそうそうそうでも今を頑張ることは大事なことだと思うよ、うん、今やるべきことに集中するっていう、それはすごく大事だ。今を頑張らないやつに明日なんかねえよ。未来の俺はタバコやめてる、きっとじゃダメなの。簡単、ミノムシさん今タバコ吸わなきゃいいの。これから来る今をずっとタバコ吸わなかったらタバコ吸わないんだからでしょ。ただそれだけじゃん。タバコやめたいんだったら簡単だよ、今吸わなきゃいいんだよ。これから来る今の連続をずっと吸わなきゃいいだけだから、これはタバコ吸わないよっていいじゃん。何かをやると何かをやめるってすごく簡単だと思うよ、イコールだと思ってる。うん。だからタバコやめたいとか願望とかって意味ないと思ってて、やめりゃいいじゃんみたいな、うん、でやりたかったらやりゃいいじゃん、ただそれだけだ、やれやいいしやめりゃいい、こんなシンプルなことないよ。どうなんだろうね、生まれた瞬間に俺は超核変状態だと思ってるんだよね、マジな話すると。生まれた瞬間に奇跡レベルに幸運だと思ってるから、ただ楽しみはいいと思ってて、人間あのウキさんがウキさんとして生まれる確率ってすっげえ確率だから、もう生まれちゃった時点で勝ってるの、もうマックスなの、赤ちゃんでうんぎゃーって生まれた時点でもう頂点なの。だからいいんじゃない別に絶対赤ちゃんよりも最強の状態ないから、だから生まれた時はピークだからね。
いや、生まれた時ピークでしょ。だって無条件に可愛いってどういうことよ。ブスもブサイクもないでしょ。生まれた瞬間にラブリーだよ。だから俺赤ちゃんが目標だからね。ギャーって騒いだらさ、ご飯なの、おしめ変えるとかさ、お風呂入ろうねとか、もう全部面倒見てくれんだよ。ありえねえよ。めちゃめちゃプリティでしょ。めちゃめちゃラブリー。最強でしょ、赤ちゃん。最強っていうか無敵だよね。無敵。可愛くない赤ちゃんなんかいないから。ブサイクな赤ちゃんいるかな？いるか？俺赤ちゃん全部可愛いだよ。だから子猫とかも全部可愛くできてるな。鳥とかも。もう子供ってだけで可愛くできてるんだよ。ピークでしょ。すげえよな。俺赤ちゃんになりたいもん。ずるいよね。いや、俺ね、人間がね、なんか偉そうにしてんのあんま好きじゃなくて、なんか地球温暖化で CO2 を減らしたら地球環境にいいとか、タバコのフィルターをポイ捨てすると1万年残って汚れるんですとかいう人間バカだなと思うの。いや、タバコのフィルター汚えから掃除しようでよくない？で、あのね、地球より偉いと思ってんだよ、人間が。あのね、逆に言ったら1万年なんかすぐなんだよ、地球っていうその星からすると。1万年で分解できちゃうんだよ、フィルターも。大気汚染とかもすぐ治るんだよ。別に人間が地球壊すなんて無理だよ。核爆弾で地球壊せますとかいう反論するバカなやついるんだけど、表面上の生物ね、台無しにするぐらいなんだよ。世界中に撃ったら、表面の生物とか死滅するけど、海にも生物いれば、地球多分100万年ぐらいしたら回復すると思うよ。そう。だから人間が地球より偉いと思ってない。俺は地球の方が偉いと思ってる。俺はそう思うね。いや、俺セックスだけじゃないと思うけどな。まあセックス好きだけど、セックスイコールいいとは思ってなくて、俺は童貞も好きだから。俺童貞守れなかったのは悔しいな。ちょっと童貞になればよかったな。俺童貞を守れなかったことはね、ちょっと悔しいよ、やっぱり。童貞すら守れないやつがね、やっぱね、自分の女、好きな女を守れるはずがないんだよ。だからね、童貞の人いたら誇っていいよ。俺は童貞を守ってるんだって。俺は自然とか地球とかの方が偉大だっていうか、まあ、大きさ的にも勝てないしね。やっぱ、でかいかんね。おはよう、アミン。地球で生きてる生物のヒエラルギー？いや、それもなんか人間が勝手に言ってるだけでしょ。じゃあさ、ウキさ、今動物園行ってきな。北海道に住んでるんでしょ？なんかあんじゃん、旭山動物園。ホッキョクグマ見てこいよ。ホッキョクグマの檻の中に入って、俺は人間だよっつって、ヒエラルキーの頂点だよ、お前より強えぞってやってきなよ、ディベートしてきなよ。絶対やられるから。俺ライオンの方が強えと思ってるから。俺はっきり言って犬に負ける自信あるよ。はっきり言って犬に噛み殺される自信あるから。俺犬の方が頭いいと思ってるもん。どこが人間強えなんだよ。ホッキョクグマと戦ってから言って、そういうこと。戦える？何なの、そのヒエラルキーって。人間が勝手に理屈こね回して勝手に言ってるだけでしょ。人間だけのルールだから。野犬とかさ、月のワグマとかには通用しないよ、そのルール。おはよう、ブリン。いや、30過ぎて童貞でも全然いいでしょ。魔法使いだから。あ、私の弟は童貞守ってる。
そうそうそう、エネルギーの中の1個でしかないの。それはさっきの神様の話に通ずるんだよ。神はいない、ただある、存在する。そう、な、俺らも神のパーツだから、微細な神のナノマシンだよ我らは。ハートありがとうブリン。我々は神のナノマシン。セックスよりオナニーの方が好き。ああ、いい女性と出会ってないんだね。生まれ変わりは俺の中ではないね。本当のこと言うと生まれ変わりはあるんだけど、みんなが言ってる輪廻転生みたいなものはないと思ってるね。みんなが考えてる自我が輪廻するっていうことは絶対にありえない。データベースは存在しないから。っていうか、生きてる間でも自我なんて存在しないっていうのが俺の考えだから。魂とか霊とかデータベースとか情報っていうものは移ろいでいく、変わっていくもんだから。だから俺はみんなが言ってる生まれ変わりはないと思ってる。ただ大きな意味での生まれ変わりはあると思ってる。これは宗教的な話だから長くなるよ。 得意分野だけど、ルーツ、その質問は俺5時間アンサーできるよ。みんなが興味があるんなら話すけど。なんで処女に戻りたいの、アーミー。なんで？それってさ、自分の恋愛を否定するのと一緒じゃん。過去愛した自分を否定するのと一緒じゃないの。アーミンが今があるっていうのは、振られた経験も含めてじゃん。なんで処女に戻りたいの。それって過去の自分がやったことを否定する行為じゃないの。いいんじゃないの。過去愛して振った男がいるから今のアーミンがいるんだから。自分のこと愛してあげなよ。私の魅力に気づかなかったのねぐらいでいいんじゃないの。長くなるよ。だってその死んだら生まれ変わると思うっていうのは、和道教の説法が始まるってことだから、やっぱり5時間公演だよね。で、宇宙の真理を全て解き明かす枠になってしまうから。そう、マイケルさんいいね。その自我すらないって言ってんの俺は。で、アートマンの否定ね。 自我すらないっていうのが俺の考え。次回説法。いやいや、ルーツが本当に聞きたいとか、みんなが聞きたいって言うんなら、輪廻とか生まれ変わりの本当の意味を教えてあげるよ。あと、自分っていうものは存在しないよっていう意味を教えてあげるよ。ただ、長くなるよ。長くなるよ。みんな聞きたいんだったら話すよ。全然。興味ないんだったら別に、なんか長くなるから、すごく難しい。ただ、この宇宙とは何なのかっていうのを紐解く鍵だからね、それは。人類が作り出した勝てる手段を用いる前提で考えてました。今考え、いや、武器が、いや、拳銃とかライフルとか持ってたり、ナイフとか持ってて、いや、勝てるよって言うんだったらいいんだけど、なんか、別に核持ってないじゃん、俺らは。人類が持ってるっていう、だったら、なんつうの、世界中にいる、北極熊 VS 人類とかで考えようよ。 なんでこっち側だけその全人類 VS 一匹の犬とかで考えるのか分かんないから。むしろ超弱いと思ってる。暗記はしない。コメント書いてくれる人の中で聞きたいって言ってくれる人とか、いや、前に出てきてみんなの意見聞きたいから。アンケート誰？自分のスカイプ ID が分からないのは分かんないよ。俺スカイプのなんか公式じゃないから、スカイプの運営でもないから、スカイプに聞いて、マイクロソフトに問い合わせて。まあ、縁起はいい例えだね。縁起のことっていうよりも、自我なんて存在しない。
例えばじゃあこのコップの中に水が入ってますと、みんなこれ水って呼ぶでしょ。じゃあだ、この水を飲んだと、この段階で今の水は何になるの？今の水の名前変わるでしょ。今体液に変わったんだ。で血液にも変わったし、まあ最終的におしっこになって出ていったりするわけだ。でおしっこになった瞬間に、おしっこって名前がトイレに入った瞬間下水に変わるわけでしょ。で下水が処理されて海に流れた瞬間海に変わるわけじゃん。で海が今度夏場とかにこう照らされて水蒸気に変わって、水蒸気が雲に変わるわけだ。で雲に変わって雨に落ちるわけだ。で雨に貯水タンクに溜まってね、それが水道水に変わると、で俺のところに戻ってくると。これが輪廻だから、本当の意味の。パフェありがとう。だからある一部分の時間軸を切り取って名前をつけるのが自我の定義でしょ。だから名前に意味なんかないよ、時間切り取ってんだから。全ては流動して移ろいでいくわけだから。うん、あ鹿にも勝てないだろうね、うん、そう連鎖するっていう。だからそのルーツは確かに今自分がいるような気がするんだけど、100億年後ルーツっていうのは死ぬんだよ。死ぬっつうか多分誰も覚えてないんだよ。ここにいるみんなの名前も覚えられてないと思うの、100億年後地球でも。ルーツを構成した物質で何かが子孫が繁栄してるのか、まあ、死体燃やしても何でも多分地球とか宇宙の中の物質として漂うわけだから、だから輪廻してるでしょ、生まれ変わってるでしょ。だけどルーツの意識とかその記憶とか引き継がれないの。だからそんなこと考えてもいいな。だから本当の意味でのそのカルマ、人間が持ってる業っていうのと、そのあの宗教、インチキ宗教が教えてる生まれ変わりっていうのはないよ、うん、ない。だから時間軸切り取って名前をつけるっていうのは、うん、意味がない。人間の形って例えばルーツの脳細胞から骨から全部含めて3年間で入れ替わってんだよ全部入れ替わってんだよ3年ごとに、うん、だし赤ちゃんの頃の考え方、5歳の時の考え方、小学6年生の時の考え方、中学3年生の時の考え方、20歳の成人式の考え方、今のルーツの考え方全部変わってるはずなのでしょ。考え方とか人格すらだいぶ変わってるはずなの。じゃあどこを指してどの魂が輪廻するのって思わない？死んだ時の魂を引き継ぐの？じゃあなんで俺らは記憶を持ってないの？記憶持ってない時点でわかるでしょ、オカルトなんだって。だから魂っていうのは詐欺の論理の、うん、アートマンっていうんだけど、宗教の用語だとアートマンなんて存在しないんだ。なるへそっつって、つまり俺らの静子さんね、俺らの意識はどこに行くのかなっていう、意識ファーだから死ぬ時になくなるんだよ
その意識がなくなることを死だっていう定義だから、わかる？そもそもなんだけど、どこに行くのかじゃなくて、意識がなくなるね。日本語読んで、意識がなくなることを死の定義でしょ。でしょ。うん、霊はいないよ。だから、はいはい、頑張ります。だから死が怖いからそういう嘘つきにつけ込まれるんだ。亡くなることは怖いことじゃないよ。霊はいない。ただ霊力はある。いや、あのね、タケさん、その考え方はダサいからやめた方がいいよ。俺、一般社会でアンチだとか言ってるのってすげえ恥ずかしいことだと思ってて、普通に付き合い、人間付き合いをしてたら、人っていいところも悪いところも全員があるはずなの、タケさん。なんでさ、その俺はアンチだからっていうことを俺に言うのか、すげえ痛いこと言ってると思ってて、小学生がさ、本当は好きな女の子にお前嫌いだよみたいないたずらするのと同じぐらい幼稚なことだから、アンチとか囲いとかもうくだらねえからやめようぜ。もうこの放送ではすげえもう痛いやつだから。いや、ファンならファンでいいし、ファンじゃないならファンじゃないでいいから。武器持ってたら強いよ。いや、そうじゃなくて普通に人間としてフラットに付き合えばいいじゃん。なんでわざわざさ、楽しく会話してる時に俺はアンチだとか名乗るの。なんだよそれ。 AKB とか宗教で見てて気持ち悪いじゃん。なんでアンチって。なんとか推しとかさ、よくわかんねえんだ俺あれ。痛いよね。俺神に対してジェラシーなんかないもん。俺はないよ。俺は完璧なやつなんか見たことない。愚かだけど頑張ってる人が好きだよ。夏井さんはどつゆ。はいはい。俺にコメント読んでもらいたかったっていうね、ちょっと可愛いところ。コメント読んでもらって承認欲求が満たされて満足なので潜りますって、ちょっと可愛らしさがあっていいよ。いやいや、朝早いんじゃなくて逆に夜遅くに起きただけ。ただそれだけ。完璧っていう人間も俺は見たことがない、本当に。それって神だからね。完全記憶と完全、なんだろう、そんな人間いるの？完璧、パーフェクト。それ神でしょ。いないよ、そんなやつ。見たことないよ、少なくとも。高野スパゲッティって言ってるの。ペペロンチーノ美味しいよね。
そうそうそう、欠陥があって愚かで、だから面白いと思ってんの。例えばさ、じゃあ分かった、すっげえシンプルな例えね、ドラゴンクエストって分かるでしょ、女の子でも分かると思うの。ゲームドラゴンクエスト、レベル100でロトの剣、ロトの鎧、ロトの鎧、ロトの兜、ロトの盾、呪文も全部マスター、マジックポイントも HP もステータス全部振り切り。さあ勇者よ、今から 今から世界を救うのじゃって言って、一からやる？みんな。やる？村の王様呼ばれた状態でもう最強のステータス。だるいぜだるいぜ、もう全然面白くないよ、そのゲーム。レベル上げもないし、ゴールド稼ぐ。だって、売ってないんだもん。売ってるものが全部弱い武器なんだよ。つまらんでしょ。だから、完璧なんかいらないんだよ、そんなもん、そもそも。今の文化は4000年前に存在してないと思いますね。ただまあ、原始人と現代人の知能指数は変わらないと思ってます。いや、いい例えでしょ。まあ、それでもやるっていう人は、俺は気が合わないってだけで、やる人もいるだろうけど。そうそうそう、ルーツさん同感でしょ？面白く、そうそうそう、ルーツさんの補足をしたのよ。完璧だと自分で言う人って面白くないな。むしろ弱くてスライムに殺された方が面白くない？ いきなり旅に出てスライムにフルボッコされて、スライムでもピクピクピクって言って人間、村人に運ばれてさ、こうやって 教会で祈って生き返らせられて、ああ生きてたって言ってる人間の方が俺はすげえ人間味があって、でそいつがまたスライムと戦う、そいつは多分引きこもるんだよ、部屋で、村で。だけど、いや、行かなきゃっていう、その、2戦目とか、すごいドラマがあっていいと思うんだよね。できる、できるって。たまたま、あれは運が悪かっただけだよ、つって。で、スライム倒した時のレベルアップ音は、感動だよね。わかんない。2回やられるかもしれないけど。ねえ、そっちの方が面白いよね。失敗したり。失敗があるから面白いんだよ。Y さんおはようございます。失敗していいじゃない。何も悪くないよ。あ、もしよかったら皆さんフォローよろしくお願いします。面白いなーとか、興味湧いたよーとか、応援してくれる人はフォローしてください。通知登録は、一人もいらないです。やりたい人はやっていいですけど、通知登録は求めてないです。僕、放送ね、夜中とかバンバンやるんで。仕事中とか睡眠の邪魔したくないので、通知登録はご自由に。応援してくれる人はフォローお願いします。で、LINE 登録したいなっていう人はこれ、LINE 申請してください。風船ありがとう、 Y さん。ありがとうございます。これがね、俺の LINE だから。ただ配信中以外のリスナーさんからの電話は一切出ません。メールは読みます。でも基本既読無視です。話戻る。はいはい。一般的に霊現象と言われていることも勝手に人間が関連付けてるだけだと思うけど、ある場所に行った時とかに第六感みたいなのが働いて、この場所から離れたいとなった時、霊の存在を疑う矛盾がある。第六感はある。第六感は間違いなくあるのね。で、なんか日本語はよくわかんないな。第六感はあるよ。だからさっきも言ったけど、霊はいないけど、霊能力はあるって言ったの、そこなの。第六感はあります。勝手に人間関連付けてるだけ。要はね、記憶の無意識を使った経験則で、選ぶ感覚っていうのが第六感だね。要は、例えば、ヘビとかネズミとかを見て、ヘビを見てギャーって驚く女の人とかいるじゃん。ヘビ、ダメダメダメって騒ぐ人いるでしょ。あれっていうのは、哺乳類が小さかった頃の記憶細胞で、ヘビを、爬虫類とかヘビを見ると、異常に恐怖に陥れる細胞っていうのがもう見つかってるの。で、哺乳類ってすごく小さかった。ヘビとかはでかかったの。だから、
蛇見たらもう人生絶対に危機状態で逃げなきゃいけないの、食べられるからっていうのが人間の記憶にも残ってる人がいるの。だからこれが要はあの記憶ですよ、太古の。だから第6巻はあるよ、うん、第10巻まであるんだ。まあまあ味覚とかの、なんだろう、味覚だけじゃなくて、なんだろう、あるだろうね、あるだろうね。もう定義化が終わってんのが5個に分けてるだけで、なんだろう、その重力を感じるとか、もう平衡感覚とかいろいろあると思うよ。そんなね、人間の感覚をね5個に縛るっていう、まあ今のは便宜上第6巻って言ったんだけど、うん、いろんな感覚あると思うよ。例えばその鳥飼ってるから分かるけど、その寄生本能とか磁場とかを感じたりとか、赤外線が見えるとかさ、人によって違うんじゃないの、うん、そう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 。だからそれはフィーリングだったり、恋愛とかもそうでしょ。なんでこの人好きなんだろうって DNA が選んでるわけじゃん。匂いが好きとか、女の人だったら分かるでしょ。あ、抱かれたいっていう人いない？あ、素敵、あら素敵っているでしょ、職場とかに。なんかこの人に抱かれたいとかあるでしょ、女の人って。ない？肩が凝るのは簡単。嫌な予感がしてるから血流が悪くなってストレスが溜まって肩が凝るんだよ。要は人間の本能でここを入ったら危険。簡単に言おうか、暗闇で歩いたら危ねえに決まってるじゃん。どんな人間でも暗闇で森とかに立たされてみ、ストレス溜まるから自然と、で肩凝るからでしょ。人間の本能だよ。ここ歩いたら死ぬかもっていうストレスで体が緊張するんだよ、うん、そう、哺乳類だった頃の本能ね、本能。女性の死の手前の脳域させる技を伝授してる。あー、何、セックスの話？威嚇臭い話してもいいですか？朝から、朝8時から和道の威嚇臭い話してもいいんですか？威嚇臭い話。いやー、ちょっと和道ギャルズたちがまた俺にアピールがすごくなるよ。和道さん大抵ってなるよ。私その人のこと知らないと抱かれたいと思われない、だから一目惚れとかない。ああ、うん、それは驚くのはまた別だと思うけど、脳域っていうよりも行くっていう現象がまず脳の中で起こる現象だから、でもね、これは難しいよ。やっぱ恋愛でオーガズムを感じるかどうかっていう、あのね、簡単に言うとなんだけど、これ女性に言ったらまた正解、女性、男の人の思い込んでる女性の体と女の人の体、女の人がリアルに感じてる体全然違うんだけど、あの中行きってそもそも変性意識状態で起こって、あの中では行かないようにできてるの本来は。だからあの女性の、多くの女性に統計を取るとクリトリスで行くことはできるんだけど中で行ったことないっていう人がね、多分ね7割とか6割に出ると思うんだよ。で、中で行ったことあるよっていう人は変性意識状態、要はね、なんかもうとろけるような状態とか、その脳で行ってるんだよね、うん、だからそのなんて言うんだろう、時間がゆっくり感じたりとか、もうなんかボワーっとしてるというか、だからね、その脳をその状態に作らないといけないっていうのがあるんだよ、うん、だからセックスのテクニックじゃないんだよね、本当のこと言うと。そういう空間を作り出せるかっていう、どちらかっていうとアーティストが持ってる世界なんだよね。だからライブとかに行くとさ、高揚感とかさ、多幸感とか感じるでしょ。レイブに行くとあれと一緒よ。だからセックスはライブだから、セックスはレイブだから。でもそれはパートナー次第なんじゃないの、うん、エロいっすねーっつって。まあね、エロの伝道師だからね、うん、ピアニストがエッチうまいとは限らないけど、プリティウーマン見てよ。やっぱりさ、
プリティーウーマン見たらわかると思うよ、うん、女は脳で行くっていうよりも男は脳、男も脳で行くんだけど、俺はだからその女性的なセックスはわかるよ。だからメス行きの和道って呼んでいいよ俺のこと。メス行きだよ、メス行き。まあ男の人もそういうオーガニズムっていうのはあるんだけど、でもまあまあまあ男の方がシンプルだからね。プリティーウーマン見た、メス猫の和道、だからまあ、行きっぱなしだよね。だから俺とセックスするとわかるけど、行きっぱなしだね、簡単に言ったら俺も彼女も行きっぱなしですよ。行きっぱなし。まあでも俺とセックスしたことないからわかんないだろうけど、調教の仕方っていう概念がダメだよね。いやすごいですよ。いやだからもう本当に行きっぱなしですよ。あ、どうもマリリンさん、ハートありがとう。でも女性でもそういう経験1回や2回あるでしょ。な、男性は少ないかもしれないけど、行きっぱなしのセックスとかあるでしょ。まあ、和道ギャルズたちは経験豊富だから、ないって言ったらねちょっとびっくりするけど、雰囲気は大事じゃなくて雰囲気が全てだよ。雰囲気だけで活かせるからね俺は。雰囲気って言うでしょだんだんバカっぽくなってきた雰囲気ですよ、バカっぽくなってきたからやめようぜ。雰囲気、雰囲気で雰囲気、本当に好きな人と気持ちを深め合ってすればずっと連結のセックスにはなる、バカありがとう。ちょっと気に入っちゃったから、ちょっと多分あの雰囲気は多分今後使えるなっていうことで、ちょっと何回も言うっていう時は俺がその心のネタ帳にメモをしたんだよ、心のネタ帳に。今の良かったなと思って、今日新しいの出たなと思って。和道ギャルズ、和道ギャルズはどうなんだろうね。和道ガールズじゃないからね、和道ギャルズだから。和道ガールズって勝手に名前変えないんだよ、和道ギャルズだから。ギャルしかいねえからうちのリスナー。のんちゃん別れたよ、あ、大丈夫、もう本当に大丈夫、ほどほどに、ほどほどにね、いや別れたよ、あーレベル2ぐらいなんだ、かわいそうに。
うん、ちゃんと別れたんだ。パフェありがとう。喧嘩したっつうか、まあ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 、いや、タイムシフトに残ってるから YouTube 登録しておいてよ。もう過去の放送は全部 YouTube に上げてるから、 YouTube 見たら全部わかるよ。俺の YouTube チャンネル登録してね。うん、俺のチャンネル登録見たらわかるよ。タイムシフトは今後もう全部ふわっちに残さないでね、こうやって YouTube にやってるんだけど、これ俺のチャンネルね、この動画っていうのをクリックすると順番に並ぶから、でここでさよならのりことか書いてるでしょ。さよならのりこって、のりこ謝罪とかさ、さよならのりこを回見ればいいじゃん。え、これ3000再生されてんだけど、もう4000再生なんだけど、2日前の動画すげえな。これさよならのりこ4000再生だ、すげえな。 みんなやっぱのんちゃん大好きなんだね。さよならのりこ2日で4000再生、なんでこんな伸びてんの。チャンネル登録も忘れなく。まあまあまあしょうがないよね。うん、お鍋以外の性別にはとりあえず抱かれました。ああ、レズビアン、レズビアンじゃない、バイセクシャルの女性にも抱かれたってことでしょ。すごいね。オカマにも抱かれてんな。うん、次行ってみよう。やりまんだね。登録ありがとうマリリン、バガありがとう。3回見た、泣けた。ありがとう、うん、まあレベル2じゃなかったね。私のセックスレベル2かなって言ってるけど、かなりのベテランだったっていう。魔界のモンスターぐらい、キラーマシン2ぐらいの実力あったね。確実に呪文無効だよね。呪文は効かないし、防御力硬いし、攻撃は2回攻撃ぐらいしてくるよ。これドラクエのキラーマシンだよ、これは。うん、キラーマシン。かっこいいじゃん。男性はニューハーフ、女性は経験したけど、女性は次はないなって思った。ああ、レベル高え。あ、でも女性同士のセックスってなんか良さそうだけどね、なんか。うん、俺はなんかゲイではないけど、男同士はあんまり魅力に感じないけど、俺女だったら女の人をセックスしてみたいけどね。うん、なんか女同士だったら別にね、なんかいろいろ楽しそうだよね。男と女がするより女同士でした方がなんか楽しそうだし、ね、え、ゲームボーイのドラクエなんかやったことないけど、世代が違う。ゲームボーイでドラクエあんの？ドラクエは俺一番好きなの6かな、やっぱ。6好きだったし、5、6かな。6、5か。あとなんだろう。8。8よかったな。6、5、8が好きだね。ドラクエは。11やりたいんだよな。ドラクエ11やりてえな。もうゲーム全然やってないけど、11いいらしいよね。ドラクエ10もやらなかったしな。でも今頃ゲーム配信ドラクエやってたらくっそ笑われるだろうね。お前今頃ドラクエみたいな。あ、オンライン10だ。あ、和道さんタイプなのマリに。あ、そうなんだ。ありがとう。ハートありがとう。そうなんだ。ワドニーしてる？ちゃんと。あれだよマリリン、ワドニーはしてもいいんだけど、花火一発ね。約束だよ。マリリンから花火上がったらワドニー。ワドーでオナニー。略してワドニーだから。だから、花火11発、大花火。大花火だからかなりいったんだろうね、これ。大花火2発、桜花火。だからまあ、計、昨晩だけで、計14ワドニーですよ。計14ワドニーが今日の数字だね。
そう、これオナニーの数だから、うちのリスナーがオナニーした数だから、うん、あ、支援に来てくれんの、いや本当だから、これ、いや彼女どうだろうね、もう4時間経ったの、早いな。トルネコ最高だよね。トルネコ何回やったかな。トルネコはマジ神ゲー。花火止まんねえだろ、ツケだよツケ、うん、どうだろうね、なんか、うーん、なんか魅力ある女性が現れたらねいいけど、まあそういう気分じゃねえな今は。恋愛禁止だな、うん、だから一生このままオナペットとして活動を続けますよ、オナペットとして。ありがとうワドニーの大花火ありがとうマリリン今やってるなこれ、うん、大花火だ、うん、あれだよ気をつけてね、やりすぎないように、うん、花火上がったわ、ありがとうございます。恋愛ねちょっといいよね、疲れるよね、うん、恋愛はいいや、うん、セックス、いやワドニー有名だよ、ワドニーセフレを作ろう、セフレを、純粋にセックスだけを楽しむフレンドを作らないと、セックスフレンド、うん、いや顔さらして女見つかるっていうのは俺ないと思うけど、セフレ募集枠やる、セフレ募集枠、シドニーっていう違うでしょ、シドニーとワドニーは違うでしょ、のりことの恋愛はいろいろ重たい恋愛だった、いや別に重たくなかったけど、うん、すごい楽しかったけど、別に重たくないよ、あ自営業なんだ、朝から仕事だ大変だね、ありがとうねマリリン、忙しいのに、これから仕事か、嬉しいな、仕事前に来てくれたんだ、ありがとう、半年毎日寝る前泣いたら、ああめんどくさいね、うん、恋愛俺はもうあんまりなんかめんどくさいな、恋愛めんどくさいな、いやめんどくさいよ恋愛は、めんどくさくない、なんかめんどくさいでしょ、金くれるセフレはもうセフレじゃないでしょ、うん、金くれるセフレはスポンサーでしょ、いやめんどくさいでしょ恋愛、まあでもパートナーはいないとダメだと思うけどね、いい年だったらパートナーはいないとね、スポンサー探さないの、いやいや名乗り出てきて俺は選ぶだけだから、ディスって言うから、うん、なんつうの、セフレ募集とかしなくていいの、私和道さんのセフレなりたいですって LINE が来たら君だって選ぶから、ディスって、大丈夫、探す必要すらないから、探すのがめんどくさい、うん、和道に入りますって桜花火ありがとう、ワドニーありがとうございます、ワドニー入りました、たまやー、ワドニーありがとう、いいね、ワドニー入りますっていいね、いやネタじゃないよガチだよ、会社と、あそうなんだ、へえ。いいね、何やってんのマリリンは、自宅が職場ってかっこいいね、羨ましい、理想の生活だよな、俺も
あれだな、配信で和道ビルディング建てないとね。小さい3階建ての個人事務所作ろう。和道ビルディング。1階は X さんと作るシルバー和道ショップでしょ？で、シルバー売って2階がスタジオ。スタジオっていうか、まあ、なんて言えばいいのかわかんないな。うん、ステディオ。違うな。まあいいや、スタジオ。配信スペース。3階俺の自宅。それ良くない？どう？和道ビルディング目標にしようよ。1階がシルバースタジオ、2階がその俺の放送スタ、あ、じゃあ1階がシルバーアクセのショップ、2階が放送するスタジオ、3階が自宅。いや3階建てのビル欲しいわ。うん、あ、トリミングとブリーダーなんだ。はい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 。エステ関係。あ、デビロックやってるね。かっこいいな。マリリンありがとう。ハートありがとう。すげえな、社長さんか。地下1階は違う。あの、あれだから。あの、あれだよ。地下室は、あの、俺が裸でトレーニングしてるの。サンドバッグとか叩いてる。やっぱ地下室はね、やっぱこもって鍛えるっていうのは基本だから。地下はコンクリートだ。ドラムとサンドバッグ置いとこう。で、屋上にジャグジー置こう。ジャグジー。和道ビルディング建設しようね。和道ビルディング。そうだね。和道に専用スペースね。ビデオ個室みたいな。365度、和道が、和道モニター。全方位和道。あ、でもビル欲しいな、ビル。なんかリスナーさんで余ってるビル あったら俺に連絡ちょうだい。余ってるビルあるよって。あげるよっていう人。天岐阜でビルください。ビル。ビル開封枠。うわーっつって。なんだろうって。なんだと思うって。ベリベリベリつ、うっそーって、マジかよーって、マジかよー、ビルって、もうリスナーわけわからんっつって、ビルじゃんって、ビルっつって、廃病院とかやだな、広すぎるわ、そんな規模いらないわ、もっとこじんまりしたビルがいい。天城府でビル届かないかな。税金とかかかんの？ビルって。え、嘘でしょ、ビルって税金かかんの？ビル税、ビルの模型とかすげえだるいんだけど、それ作んないとダメなんでしょ。フィギュアがいいな。ビルのフィギュアだったらいいよ。あの、あれだよ、3階建てぐらいの、あの、成田の駅前にあるぐらいの、あれだよ、ちょっと地味なビルだよ。和道ビルは固定資産税かかんだ。めんどくせえな。ほんとめんどくせえわ。何でも税金取ればいいって問題じゃないだろう。ということで皆さんありがとうございました。お疲れ様です。和道の放送4時間感想です。初見さんはぜひフォローよろしくお願いします。YouTube と Twitter もぜひフォローよろしくお願いします。LINE の登録はふわっちのプロフィール欄に書いてありますので、LINE つながりたい人は、申請をしてきてください。LINE はメッセージは読みますけど、電話はかけてこないでください。電話かけてきた人はブロックします。要件で、あの、これは返さないとっていう要件だけは返信しますが、基本既読するなんでよろしくお願いします。たまにね、あの、Twitter とか、オフィシャルで公表しないで、フォローしてくれてる、LINE をフォローしてくれてる人だけに、個人的な情報を流すこともあります。ぜひフォローよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、お疲れ様です。ありがとう。